バイオバイオの機種一覧。バイオの機種一覧とはソニー、およびバイオのパーソナルコンピュータバイオの現行モデル並びに過去に発売されたモデルを列挙した一覧である。バイオ T 別名、バイオミニタワー。デスクトップ型、バイオの初代モデル。テレビ録画機能を備える。バイオ M オーディオ機能を重視した小スペース PC。別名、バイオコンポ。 バイオ ST シリーズの後継、別名、バイオマイクロタワー。m p e g による、テレビ録画機能を備えた、最初のモデル。バイオ L 小スペース型。テンキーがなかった。バイオ RS シリーズの後継、機能重視なタワー型。ギガポケットを、初めて搭載し、AV 機能を強化した。バイオ MX タワー型パソコン。ミニディスク、FM チューナー。 アンプを内蔵、本体全面に、オーディオ機能の状態が表示された。2001年冬モデルからは、そのクステージプレミアムと、ネット MD ドライブを搭載し AV 連携を強めた、MXS 系列となった。バイオ j バイオ j エントリーモデル。R シリーズなどと同じくタワー型である。バイオ LXL シリーズの後継。小スペース型。 上位機種は、ペンタブレット液晶を搭載。バイオ RX、バイオ RXR シリーズの後継機能重視なタワー型。バイオ JXJ シリーズの後継ということになっている模様だが、JX は、小スペースタイプと、J シリーズとはプロポーションが大きく異なっている。末期には、CRT モデルが廃止された。バイオ W 本体。 液晶ディスプレイ、キーボード一体型折りたたみパソコン。一時期、ネット MD ドライブを搭載した機種もあった。ハードウェア MPEG エンコーダではなく、ソフトウェアエンコーダで、テレビ録画を実装した、最初のモデル。バイオ RZRX シリーズの後継。タワー型。フラッグシップモデル。バイオ HSLX シリーズの後継。 ホームユース向きの小スペース型。中期からはペンタブレットが廃止された。2003年春モデルから追加された回帰種は JX シリーズの後継でディスプレイとスピーカーが別々である。バイオ P 一体型。室内での移動を想定しバッテリーが搭載されている。バイオ VW の後継本体、ディスプレイ一体型。 ワイヤレスキーボード、マウスと TB チューナー内蔵、バイオ HXHS シリーズの後継。テレビ機能付き小スペース型。タイプ R 第1世代の RZ シリーズの後継モデルでかつ、第2世代のフラッグシップモデル。RA 系列は、デジタルチューナの外付け対応により、デジタル放送に対応。また、2005年冬モデルから登場した RC 系列では、 デジタルチューナやブルーレイドライブをいち早く搭載。ボディ側面に吸気用の横穴を設けるなど斬新な発想により水冷並みの静音化を実現している。25.5型ワイドフル HDA 晶を搭載したボード PC として登場したタイプ R の第3期モデル。ボード PC なのでタイプ R マスターより大画面でありながら小スペースを実現した。 また、用途に応じて、ビデオエディションと、フォトエディションの2つのバージョンを用意。ビデオエディションはビデオ編集ツール、Adobe Premiere Pro CS3 など、映像編集に特化したソフトを多数プリインストールし、操作性に優れた USB ジョグコントローラー付属。小型タイプの地上デジタルチューナーを2機搭載し、地上デジタル放送の視聴や録画も可能。 バイオ ABC トランスコーダーを搭載し、地上デジタル放送の長時間録画や、編集時間の高速化を実現した。一方の、フォトエディションは、写真に特化したモデル。外部からの光を遮断し、編集作業の効率を上げる、専用の遮光ディスプレイフードを付属。写真編集ソフトの Adobe Photoshop 系列をプリインストールしている。なお、 2009年春モデルは2010年春モデル発表まで継続販売されたタイプ V テレビ機能を搭載したシリーズ初期は第1世代と同型ディスプレイのバリエーションが多く2005年冬モデルから登場したバケはデジタルチューナも搭載したタイプ HX スタンダードモデル第1世代後期のものと同型タイプ M キーボード一体型のボード PC で第1世代で発売されていた P シリーズの後継モデル。タイプ、X テレビ録画がついた AV レコーディングサーバー。最大7つの番組を同時に録画することができ、1台で最大 1.2TB の HDD 容量を持つ。オプションのデジタルチューナーを接続すれば、デジタルハイビジョンの録画も可能。タイプ、 h タイプ HX の後継。フェリカポートを備え、より、ホームユース向けのエントリーモデル。後にデジタルチューナを搭載。ちなみに、フェリカはソニーによって開発された。なお、2007年5月17日の決算発表会で今後は、タイプ H のような標準型デスクトップは収束すると発表された。このため、 Windows Vista を搭載する2007年春モデルから、タイプ H はラインナップに含まれていない。タイプ、X リビング、XL タイプ X の後継。HDMI 端子や、D4 端子を搭載した TV にのみ接続でき、Blu-ray ドライブや地上、BS110 度 CS デジタル、地上アナログを標準搭載する。また横置きに対応した本体により、 AV 機器らしく進化し価格も手頃になった。デザインを合わせた周辺機器、X ビデオステーションも存在する。タイプ、L タイプ M の後継モデル。ノートパソコン用の部品を多用しつつ、デスクトップパソコンとノートパソコンの長所短所を補い合うような設計やデザイン性を重視したモデル。本体を貫通するプラスチックパネルを用い、 ボード PC というコンセプトを実現。LA 系列は19型ワイドのスリム大画面タイプ。LB 系列は持ち運びができるキーボード一体型、15.4型ワイドのコンパクトタイプである。第2期モデル。従来の19型ワイド、15.4型ワイドに加え、さらに大きな22型ワイド液晶の LT 系列を新設定した。第三期モデル。 19型ワイド液晶の LM 系列と22型ワイド液晶の LT 系列をモデルチェンジしひと回り大きい20.1型ワイド液晶の LN 系列と24型ワイド液晶の LV 系列となったなお15.4型ワイド液晶の LJ 系列はマイナーチェンジを行いながら継続販売されたタイプ J JS2008 年秋冬モデルから登場したエントリーモデルのボード PC。20.1型の大画面液晶やワイヤレスラニア、ブルーレイドライブを搭載するなど機能は充実しており、ボディカラーも5色から選べるのも特徴である。タイプ、R マスター、RM タイプ R、RC の後継モデル。バイオハイエンド PC として、 ワークステーションレベルのスペックを選択することも可能なマシンである。最大の特徴は PCI Express を1.8メートルのケーブルで引き回す斬新な発想である。メインユニットとアクセスユニットに筐体を分離したためタイプ R、RC よりも高機能化していながら自由なレイアウトや予置機にも対応する。 L シリーズ従来発売されていたタイプ L を進化し、プレミアムボード PC として再構築した第4期モデル。J シリーズに形状を似せた新デザインを採用し、液晶は24型ワイドフル HD 液晶に大型化。上位機種にはタッチパネル機能を搭載しており、Windows 7の新機能の一つである Windows Touch に対応。 直感的な操作が可能である。さらにタイプ、R マスター以来となる、地上デジタル BS-CS のダブルチューナーを搭載。本格的なブルーレイディスクレコーダーとして、活用することができる。また、フレームカラーも、シルバーとオーナーメイド限定カラーのブラックに加え、新色のブラウンが追加された。また、オーナーメイドモデルでは、 アドビクリエイティブスイート4プロダクションプレミアムをプリインストールし OS には Windows 7 Ultimate を搭載した上級モデルを用意した2010年夏モデルは Office を Office Home and Business 2010に更新するとともに CPU グラフィック性能を向上さらに ABC トランスコーダーを2機搭載した新型テレビチューナーを搭載したなお 今回は、オーナーメイドには、アドビクリエイティブスイート4プロダクションプレミアム、プリインストールモデルは設定されていない。また、オーナーメイドモデルの限定カラーに、ボルドーを追加した。2010年秋冬モデルは、オーナーメイドモデルのみ、モデルチェンジ。アドビクリエイティブスイート5の選択が可能になった、程度で、基本的には2010年夏、モデルとほぼ同等である。 ボード PC の大画面、ハイエンドモデル L シリーズの第5期モデル。カーブ形状の小さなスタンドを備えたシンプルな液晶テレビのようなスタイルに刷新。新たに Windows が起動していない状態でもすぐにテレビが見られる。すぐつく TV を搭載。また、この状態からリモコンの TV アプリボタンを押すとバックグラウンドで OS と ギガポケットデジタルを立ち上げ、自動でギガポケットデジタルに切り替える機能も備える。このため、地上デジタルチューナーはギガポケットデジタル用に2機、すぐつく TB 用に1機の計3機を搭載している。また、タッチパネル搭載モデルにはディスプレイのみならず、フレーム部分にもタッチセンサーを搭載しており、ウィンドウを閉じる、拡大、縮小などの操作をフレームで 操作できる。CPU は全機種第2世代コアプロセッサーを搭載。オーナーメイドモデルでは専用ビデオメモリを 1GB に増量した NVIDIA GeForce GT540M を標準搭載し、グラフィックス性能を強化したほか、CPU はコストパフォーマンスに優れたコア i3 から 2310M から、 ハイスペック仕様の Core i7 から 2820QM までの5種類を用意し、店頭販売モデルにはないタッチパネル、液晶搭載ブラックが設定されている。さらに、Adobe Creative Suite 5 Production Premium をプリインストールした L21ZHJ も用意した。2011年夏モデルでは新たに、Bio のボード PC では、 初となる 3D 対応モデルを設定。先に発売された大画面ノートの F シリーズと同様に、シーケンシャル方式を用い、倍速液晶を備えることで、3D 映像特有のクロストーク現象を低減する作用がある。また、メモリは 8GB、グラフィックスには NVIDIA GeForce GT540M を搭載するなど性能面にも優れる。合わせて、 L225 回 J からテレビチューナーを省いた連価モデルも設定された。追加モデルを含め、既存モデルも HDD 容量を増量し 2TB の超大容量となった。オーナーメイドモデルでは 3D 対応モデルに搭載されている NVIDIA GeForce GT540M が標準搭載されるとともに、HDD は最大 3TB まで搭載可能。 さらに、タッチパネル非搭載の液晶を選択した場合のみ、ディスプレイ周りのフレームカラーを4色から選べるようになった。2011年秋冬モデルは、全モデルで CPU 性能を向上するとともに、L238KJW はメモリを従来の 4GB から 8GB に倍増した。オーナーメイドモデルは、Adobe Creative Suit 搭載ハイスペックモデルの、 プリインストールソフトを Adobe Creative Suits 5.5 Production Premium に更新した。2012年春モデルは先に Core i5 搭載モデルが登場し、CPU の強化並びにブルーレイディスクドライブの BDXL 多様化を行った。オーナーメイドモデルも選択できる Core i3 Core i5 の性能強化とブルーレイディスクドライブの BDXL 多様化を行い、 さらに、動画、静止画、音楽編集ソフトウェアの選択肢に、イマジネーションスタジオバイオエディションを追加した。同年3月には追加モデルとして、コア i7 搭載モデルと 3D 対応モデルを追加。この2機種の変更点は小さく、Blu-ray ディスクドライブの BDXL 対応化のみである。また、追加モデルの発表に合わせて、 オーナーメイドモデルの CTO メニューを一部変更し、HDD の選択肢に 2TB を追加した。ボード PC のハイエンドモデル L シリーズの第6期モデル。今回、同社性液晶テレビ、ブラビアに採用されている高画質エンジン X リアリティを搭載。大画面で高精細な映像表現を実現した超解像技術等が取り入れたことにより、 テレビさながらの映像の質感を楽しめるようになった。この他にも 3D 対応モデルは 3D 視聴を最適化するフェイストラッキング技術を用いパソコン内蔵カメラで目の位置を認識することでグラスレス 3D に対応し専用メガネなしでも快適な 3D 映像を楽しめるようになった。ブラビアリンクにも対応しサイバーショットや ハンディカムなど動車性機器を中心とした HDMI 接続による連携も強化された。CPU は全機種第3世代コア iFamily に刷新され、3D 対応モデルはグラフィックスを NVIDIA GeForce GT620M に更新。オーナーメイドモデルはより性能が高いコア i7 から 3829M を選べるほか、ストレージには 従来からの HDD に加え、256GB、または 512GB の SSD も、選択できるようになった。2012年秋冬モデルでは OS を、Windows 864bit に変更し、タッチパネル機能を、ミドルクラスの L24128CJ にも、拡大搭載した。また、Core i7 搭載モデルでは CPU を強化し、 HDD を3イトに増量した。オーナーメイドモデルでは、OS で Windows 8 Pro 6 4ビットを選択できるほか、Adobe Creative Suite Production、プレミアム搭載モデルは、最新の CS6 となった。2013年春モデルでは Office を Office 2013に更新したほか、店頭販売モデルの Core i7 搭載モデルは、 メモリ構成を 4GB2 枚から 8GB1 枚に変更。Core i5 搭載モデルは CPU を強化した。2013年夏モデルは、店頭販売モデルの Core i7 搭載モデルは、搭載ソフトウェアを一部変更した程度だが、Core i5 搭載の廉価モデルはメモリを 8GB に倍増し、カラーをマットホワイトのみに集約。合わせて、 タッチパネル搭載モデルを新設した。オーナーメイドモデルは、ストレージの選択肢に 4TBHDD を追加した。2013年夏モデルは2013年秋冬、モデル発表後も継続販売された。J シリーズ第2世代のタイプ J、JS と同一。2009年秋冬モデルより Windows7 を搭載。店頭販売モデルには、コアに両ブルーレイ。 ドライブダブル地上デジタルチューナーを搭載した上位モデルを設定。ボディカラー体型を変更し、ライムグリーンとシルバーがオーナーメイド限定カラーに移行し、代わってブラウンを店頭販売モデルにも設定。新色のホワイトを追加し、6色展開となった。2010年春モデルでは、ペンティアムの性能アップ程度の小規模な変更を行った。 ボード PC のエントリーモデル J シリーズ、タイプ J の第2期モデル。L シリーズ、L1 と同じループデザインを採用し、液晶は21.5型に大型化するともに、フル HD 化。最上位機種では、タッチパネルを搭載した。また、ABS トランスコーダーを2機搭載し、シャットダウン状態からの予約録画に対応した、ダブル地上。 BS110 度 CS デジタルチューナー搭載モデルを用意するとともに CPU も Core i3、Core i5 に更新し基本性能も向上した。また音楽再生中に画面を消すことができるディスプレイオフボタンを備えている。カラーはブラックホワイトピンクマットブラックマットホワイトブラウンの6色となった。なおオーナーメイドモデルでは CPU で、インテルコア i7、g p u に、NVIDIA GeForce 310M を選択できる。また、工術の E シリーズと同様に、デザインと機能性を兼ね備えるシリコン製、キーボードカバー、キーボードウェアが用意されている。2010年秋冬モデルでは、CPU 性能を若干強化したほか、新たに、USB 3.0に対応。 店頭販売モデルに搭載されているオフィスも、パワーポイントやワンノートを追加した、オフィスホームビジネス2010に変更した。また、オーナーメイドモデルの限定カラーに、ゴールドとマットゴールドを追加した。2011年春モデルは搭載 CPU の、性能強化程度のマイナーチェンジにとどまる。ボード PC のエントリーモデル J シリーズの、第3期モデル。第2期モデル。 J1 のデザインを継承しつつ、CPU を第2世代コア、i ファミリーに刷新。カラーラインナップも入れ替えを行い、新たにブルーブラウンレッドを追加した五色展開となった。店頭販売モデルは3機種に整理され、上位モデル J219 回 J、B は、コア i7 から 2620M を搭載しつつ、テレビチューナーレスに変更。さらに、 アドビフォトショップエレメンツ Q とアドビプレミアエレメンツ Q をプリインストールし映像写真編集用に特化したハイパフォーマンスモデルに地上 BS110 度 CS デジタルダブルチューナー搭載モデルはコア i5-2410M を搭載した注意モデルの J218KJ とセレロン B810 を搭載した買モデルの J216KJ の2 機種を設定し、いずれもホワイトブルーブラックの3色から選べる。オーナーメイドモデルでは独立 3D グラフィックボードの AMD r a d e o n GPU、AMD r a d e o n HD 6470、MGDD-R5 の搭載が可能で、3D 描画に対応したほか、HDD は最大 2TB まで搭載が可能である。2011年秋冬モデルでは、 L シリーズ同様に CPU 性能を強化するとともに最上位モデルの J229 回 JW は地上 BS110 度 CS デジタルダブルチューナーを新搭載し HDD 容量を 2TB に増量。またオーナーメイドモデルではこれまで設定がなかった Adobe Creative Suits 5.5 Production Premium を搭載したハイスペックモデルを設定した 2012年春モデルは先に、Core i5 搭載モデルが登場し、CPU の性能を強化と Blu-ray ディスクドライブの BDXL 対応化、さらには HDD を 2TB に倍増され、キーボードマウスが小型化された。同年3月には、エントリーモデルを追加。Core i5 搭載モデル同様に、キーボードとマウスを小型化するとともに、 CPU はセレロン B840 からペンティアム B960 に性能を強化し、HDD を 1.5TB に増量した。一方でメモリは容量が同じながら 4GB が1枚となり、地上デジタルチューナーは一気に減らされた。カラーラインナップもブラックとホワイトの二色展開となった。また、追加モデルの発表に合わせて、 オーナーメイドモデルの CTO メニューが一部変更となり、HDD の選択肢に 1.5TB を追加した。2012年夏モデルでは、店頭販売モデルにデュアルコア仕様の Core i7 から 2640M を搭載した最上位モデルが復活。Core i5 搭載モデルは、細かなマイナーチェンジにとどまるが、Pentium 搭載モデルは CPU を、 ペンティアム B970 に更新した一方、HDD 容量を 1TB に減らした。また、ボディカラーにブルーを新設した。バイオタップ20、J20 ファミリー向けとして新たに設定した、タッチパネル式20型ワイド液晶を搭載した一体型 PC。新型スタンド、フリースタイルスタンドを採用したことで、立てて使用すれば、デスクトップスタイルに、 少し角度を傾ければ、タッチ操作がしやすい、タッチ快適スタイルに、180度寝かせて使用すれば、テーブルトップスタイルにと用途に応じて切り替えられる。また、ディスプレイは高解像度仕様の IPS 液晶に10点マルチタッチ対応の、タッチパネルを実装しており、テーブルトップスタイル時に、複数人数、方向での操作が可能である。光学ドライブは本体には搭載されず、 外付けタイプが同梱される。また、デスクトップタイプでありながら、バッテリーを搭載しており、電源のない場所でも使用できる。店頭販売モデルは搭載 CPU により3種類が用意される。オーナーメイドモデルはホワイトに加えて限定カラーのブラックを設定するほか、CPU で Core I7 から 3667U を 搭載したり、HDD の代わりに SSD を搭載することもできる。さらに、Adobe Creative Suite 6 Production プレミアム搭載モデルも設定される。2013年春モデルでは、店頭販売モデルのラインナップを、Core i5 搭載モデルと Core i7 搭載モデルの2種類に集約。CPU を強化し、オフィスを、ホームビジネス2013に、 アドビ o フォトショップエレメンツをアドビ o フォトショップエレメンツ11にそれぞれ更新した。また、法人向け標準仕様モデルが新たに設定された。2013年夏モデルはプリインストールソフトの一部を変更したマイナーチェンジ程度だが、店頭販売モデルの Core i7 搭載モデルはストレージを難度型フラッシュメモリを内蔵したハイブリッド HDD に変更した。 バイオタップ 21T212013 年夏モデルまで販売されていたタップ 20J20 後継の一体型 PC。画面サイズがタップ20の20型ワイドから21.5型ワイドに大型化されフル HD に高解像度化。同時に色域を高めるトリルミナスディスプレイ4モバイルや高画質技術 X リアリティ4モービレも採用された。 また、背面カバーをアルミ素材に変更したほか、スタンド機構も改良され、チルト機能を持たせたことで寝かせた状態からでも片手で立てられるようになった。CPU は、全機種第4世代コア、i ファミリーに刷新され、店頭販売モデルは、タップ20の2012年夏モデル以来となるコア i3 搭載モデルが復活した。 オーナーメイドモデルでは通常動作時で 2.80GHz と通常電圧版のノートパソコン用 CPU に匹敵するコークロック数を持ち、グラフィックスに、インテルアイリスグラフィックス5100を採用したコア i7 から 4558U を選択できるほか、タップ20同様に、ストレージに、SSD、OS に、Windows 8 Pro を選択できるなど、 ハイスペック仕様にすることができる。また、法人向け標準仕様モデルも設定される。2014年春モデルは OS を Windows 8.1に変更するとともに、バイオインスピレーションスイートと Adobe Photoshop Elements 12を新たにプリインストール。Core i7 搭載モデルは、メモリの容量は変更はないものの、8GB1 枚から 4GB2 枚に変更し、 デュアルチャンネルに対応した。オーナーメイドモデルでは、ワイヤレスランの選択肢に、高速通信が可能な新規格に対応した、IEEE802.11A, B, G, N, AC 準拠が選べるようになった。タイプ X と同様に、一般家庭用テレビに接続し、インターネットや、動画の視聴などを専用リモコンや、 タッチパッド搭載ワイヤレスキーボードを利用してより手軽に扱えるよう設計されたリビング PC である。タイプ X リビングとは対照的に AV 編集機としてのイメージを薄めシンプルさと扱いやすさを売りとしている。液晶テレビとは HDMI で接続することを前提としているがアナログ D サブ15ピンや DVI 接続による接続も可能としている。 当初は、ホワイトボディのみで、デジタル放送を視聴するには、別売りの外付けチューナーが必要だったが、2008年夏、モデルからは新たに開発した小型の、地上デジタルチューナーを2機搭載し、地上デジタル放送については、TP1 単体で視聴できるようになった。また、ブラックボディが登場したのも、この時期からである。バイオノートすべてのバイオノートの元祖的存在の機種。 705が普及機70、707が上位機種として位置づけられていた。大きな違いは画面の解像度とメモリ容量。店頭価格では約20万円ほどの開きがあり、707は当時としても高額な約50万円ほどした。その後 7XX 系列が続き 8XX 系列となり、さらに不系列へと発展していく。A4 ノート型で、 8XX 系列は CPU にモバイルペンチウミー。7XX 系列は CPU に MMX が採用されている。後に登場した F 系列はエントリーモデルで CD ドライブ、フロッピーディスクドライブが内蔵されている。全プラスチックの筐体を採用。バイオノート XR8XX 系列の後継にあたるハイエンドモデル。 フラッシュサーフェイスデザインなど高品位なデザイン、液晶ディスプレイと連動して立ち上がる、インタークーラーフラップや、ステンレスメカキーなどの凝ったギミックが盛り込まれている。高額ドライブフロッピーディスクドライブ、増設ハードディスクドライブを交換して装着できる、マルチパーパスベイを採用した。バイオ QR-A4 ファイルサイズノート。初期型の QR-1 系列は、 光沢のあるブラックの筐体でアルミのハンドルがついたバッグをイメージさせる形状。後期型の QR3 系列は光沢のあるホワイトの筐体でディスプレイの左右に直接接続できるスピーカーを有する形状と特徴あるデザインを採用している。両系列とも本体と共通するデザインのマウスカバーが付属し、バイオ純正オプションのマウスに装着できる。 性能面からはエントリーモデル。バイオノート FXF 系列の後継初期はインテルの CPU を搭載していたが、後に AMD の CPU を搭載したパソコンがメインとなった。バイオノートグレーン XR の後継にあたるハイエンドモデル。MC5 の後期シリーズより地上波アナログテレビ受信機能が追加された。バイオノート NVA4 ノート。 本体右側面にエンターテイメントベイがある。装着できるデバイスはフロッピーディスクドライブ、10キー、ネット MD、コンパクトウーファーの4種類。バイオノート FR-FX の後継となるエントリーモデル。タイプ、軽充実性能を備えたシンプルモデル。タイプ E 使いやすさを重視したベーシックモデル。タイプ、 AAV 機能を重視した第2世代フラッグシップ。第1期モデル。2005年夏モデルからは派生モデルとして15.4型、ワイド液晶の AS 系列が登場。第2期モデル。17型ワイドフル HD 液晶や、ブルーレイドライブ、HDMI 端子を搭載し、税を極めた。第3期モデル。ディスプレイは、 AR シリーズより一回り大きくなった18.4型ワイドフル HD 液晶を搭載。グラフィックも性能を強化し、NVIDIA GeForce 9600MGT にグレードアップ。重機を標準装備し、デスクトップと変わらない操作性を持たせた。また、HDMI 出力端子を装備し、 HDMI に対応したテレビと HDMI ケーブル1本で接続できる。デスクトップのタイプ R、RT 同様、用途に合わせてフォトエディションとビデオエディションの2バージョンを用意した。フォトエディションは写真に特化したモデル。バックライトに独立した3色の LED を採用した。 RGB3 チップ LED バックライトを装備し、Adobe RGB カバー率100%を達成。液晶は、外からの光や、蛍光灯による映り込みを拡散させる、アンチグレア処理を施した。別売りのディスプレイフードと併用することで、液晶本来の色を認識させ、作業効率を向上できる。また、 写真を編集するためのソフト、Adobe Photoshop Elements 7、Lightroom をプリーインストールした。一方の、ビデオエディションは NTSC 比104%のツヤの、ある、クリアブラック液晶を搭載し、映像編集ソフト、Adobe Premiere Elements 7をプリーインストール。また、市場デジタルチューナーを2機搭載し、ダブル録画にも対応した。なお、 二つのエディションで異なるボディカラーを採用しており、フォトエディションはプレミアムブラック、ビデオエディションはチタングレーである。また、2009年春モデルから、バイオオーナーメイドモデルのフォトエディションに、アドビクリエイティブスイート4プロダクションプレミアム、プリンストールモデルが追加された。タイプ、B ビジネス向け A4 ノート。タイプ、F バイオタイプ、FY の液晶&。 スリムボディのスタンダードモデル。第1期モデル。最終モデルでは、同時期に発売を開始した第2期モデル FE 系列との、並売となる。新プラットフォームを採用した第2期モデル。最終モデルでは、上位機種であり、後の、第3期モデルとなる、FZ 系列との並売となった。 HDV や一眼レフデジタルカメラなどの特に画質を重視するユーザー向けに開発された第3期モデル。店灯モデルでは全機種コアに DU を搭載、再開機種を除いて NVIDIA GeForce 8400M を搭載し、タイプ A に近い処理能力を有するが、地上デジタルチューナーをあえて搭載せず、書き換え可能なブルーレイドライブや HDMI 端子を搭載した。また、 液晶の高解像度化より、画質の向上を優先し、ピュアカラー90と呼称する。NTSC 比90%の液晶を搭載する。バイオタイプ F 第4期モデル。FZ 系列より一回り大きく、同社液晶テレビ、ブラビアと同じアスペクト比の高解像度16.4型、ワイド液晶を搭載。この液晶は、リッチカラーと呼称する。 NTSC 比約100%の高画質を実現している。店頭販売モデルでは、全機種コアに DU を搭載するとともに、インテルセントリーノにプロセッサーテクノロジーに対応した。また、グラフィックの性能も、ATI モビリティ・レイディオン HD3470 を搭載することで強化された。さらに、最上位機種では、 新開発の小型地上デジタルチューナーを2機搭載し、地上デジタル放送を視聴、録画することができる。また、ブルーレイディスクドライブを搭載する。バイオの大画面ノートにおける、地上デジタル放送対応モデルは長らくタイプ A のみだったが、ミドルクラスであるタイプ F、FW の一部機種でも、地上デジタル放送に対応するようになった。バイオオーナーメイドでは、ホワイト、 シタングレー、ブラウンの3色から選べる。タイプ、F ライト、FJ、バイオタイプ、F ライトタイプ F の連鎖モデル。カラーが選べるコンパクトノート。タイプ BX、タイプ B の後継ビジネスモデル。Windows Vista ビジネスを搭載したスタンダードモデルに加え、バイオオーナーメイド限定で、Windows XP プロフェッショナル搭載モデルも販売されていた。 2007年春モデルまでは、バイオオーナーメイド限定モデルであったが、2007年夏、モデルから、Windows Vista ビジネス搭載モデルの未転倒でも、販売されていた。バイオの中では、そのクステージ等のオリジナルソフトや、年賀状ソフト等の体験版などが、ほぼ全く添付されず、必要最低限のソフトウェアで構成されている。その代わりに、 A4 デスクトップノートパソコンながら指紋認証や TPM チップ、BIO HDD プロテクションなど従来はタイプ S などの B5 モバイルパソコンなどに採用されてきた機能を搭載する。店頭販売モデルの液晶は14.1型のみだがバイオーナーメイドでは15.4型ワイド液晶も選択できるようになっていた。タイプ FTB FT タイプ F, FE に地上デジタルテレビチューナーを搭載したモデル。タイプ N シンプルをコンセプトにデザインや機能を必要最小限に抑えたローエンドモデル。主にメールやインターネットなどで利用といったライトユーザーをターゲットとしている。第1期モデル。クリアブラック LE 液晶やセレロンを搭載する。第2期モデル。このモデルからは コアにデュオ搭載モデルが登場する。第3期モデル。最新のコアにデュオや i e e 8 0 2 1 1 N ドラフト2.0対応のワイヤレスラインを搭載したことで、セントリーノにプラットフォームに対応。また、ボディカラーのラインナップが増え、ホワイト、ダークブルー、ピンク、ゴールドの4色を揃えている。また、ブルーレイ対応モデルも備えており、 手軽にブルーレイを体感できる入門機にもなっている。バイオオーナーメイドの対応機種となり、予算や好みに合わせてカスタマイズできるようになった。なお、NR 系列では、用意されていたオフィスなしモデルは廃止された。第4機モデル。アスペクト比16、9の15.5型ワイド液晶を搭載し、改造度もフルワイド XGA に格上げされた。また、 CPU もコアに DUOP8700 を装備し、HDD も 500GB に増量。性能も向上された。2009年夏モデルは NS と併売されていた。発売当初は、バイオオーナーメイドの対象機種ではなく、ボディカラーも一色しかなかった。タイプ、C バイオタイプ、C カラーバリエーションが豊富なコンパクトノート。 カラフルを楽しむプライベートノートとしている。色に合わせたケースが標準添付され、別売で色に合わせたマウスも用意されるなど、トータルコーディネートを楽しめるようになっており、10代から20代の女性を中心に気軽に持ち運べる A4 ノートとして人気を博したが、わずか半年でモデルチェンジするという短命な機種でもあった。タイプ C とタイプ L ライトを機能を統合した第2期モデル。液晶の大きさが13.3型ワイドから14.1型ワイドに変更され、新たにモーションアイを搭載した。旧モデルに比べより大人の女性を意識したモデルとなっており、カラーバリエーションも旧モデルの艶消しから光沢感のあるデザインに変更され、長ズメの女性でもミスタイプが起こりにくいように、 アップルの MacBook に似たキーボードを搭載する。旧モデルに引き続き色に合わせたケース、別売で色に合わせたマウスやマウスパッドまで用意されており、トータルコーディネートがさらに楽しめるようになった。第3期モデル。カラー LED イルミネーションを装備し、天板を撫でるなどのアクションを加えたり、音楽を聴いている時など状況が変化するたびに、 まるで感情を持つかのようにイルミネーションが変化する、変わった特徴を持たせている。さらに、液晶の下には、タッチセンサーを搭載し、音量調整等を容易に調整できるだけでなく、指の動きに合わせて、センサーが光る遊び心も合わせ持つ。また、パソコン本体だけでなく、キャリングケース、Bluetooth レーザーマウス、 マウスパッド、アクティブスピーカーシステムを同色でカラーコーディネートすることもできる。また、店頭販売モデルの外箱には専用デザインを採用している。ビジーシリーズ、タイプビジーウィンドウズ s スタビジネスを搭載するビジネスモデルでタイプ BX の後継機種にあたる。最新のインテルコアにデュ o を搭載するとともにセントリーノにに対応する。軽さと、 丈夫さを実現するマグネシウムボディを採用。ビジネス利用を想定しているため TPM セキュリティチップを標準で搭載。また液体をこぼした時にも慌てずにデータを保存してシャットダウンできるようにキーボード部をウォーターレジスト構造にしたことにより液体がパソコン内部に入り込む時間を遅らせることができる。バイオオーナーメイドモデルと 法人向けカスタマイズモデルのみである。2008年10月から CTO メニューが追加されたことに伴い、Vista ホームベーシック搭載モデルが追加された。2009年10月より故障がビジーシリーズに変更された。A シリーズ、オータムウィンター第2世代のタイプ A、オータムウィンターと同一であるが、OS に Windows 7を搭載、HDD が大容量の1イトに、 増量するなど、基本性能を向上させている。F シリーズ第2世代のタイプ F、FW と同一であるが、ATI モビリティレイディオン HD4570 を搭載しグラフィックス機能を強化。また、オーナーメイドモデルでは、フル HDA 気象を搭載していた。F シリーズ、タイプ F の第5期モデル。A シリーズのクリエーション要素を取り入れ、プレミアム AV ノートとして、 フルモデルチェンジされた。全モデルのオーナーメイドモデルで先行導入されていたフル HD 液晶を店頭販売モデルにも拡大。さらに高画質回路、モーションリアリティ HD を搭載し、ハイビジョン映像の表示、再生に優れた性能を発揮する。CPU にはインテルコア i3、i5、i7 を採用し、特に店頭販売モデルの最上位モデルでは、 ノート PC では、珍しいクワッドコア CPU、コア i7 から 729M を搭載。ハイパースレッディングテクノロジーにより8スレッドのマルチタスクに対応、ターボブーストテクノロジーにより、最大1.75倍にパワーアップでき、動画編集等の高負荷作業でも高い性能を発揮する。また、グラフィックは、 NVIDIA GeForce GT330M GPU を搭載し、負荷の高い動画編集でも快適に作業できる。天気が標準搭載され、デスクトップと変わらない操作性も実現。ボディカラーは、ホワイト、プレミアムブラック、グレーの3色を用意。オーナーメイドモデルでは、より性能が高いコア I7 から 829M が選べるほか ソニーが開発した近距離無線転送技術、トランスフォージェットの搭載が可能。対応のデジタルカメラやビデオカメラをパームレスト部に置くだけでデータ転送が可能である。また、Windows 7 Ultimate 大容量 8GB メモリを搭載し、Adobe Creative Suite 4 Production Premium をプリインストールした VPC-F11ZHJ を用意した。 2010年夏モデルでは、店頭販売モデルの最上位機種の CPU を、Core i7 から 749M に格上げし、性能向上。店頭販売モデルに、搭載のオフィスも、パワーポイントを根の手を追加した、ホームビジネス2010に更新。ボディカラーに、ブラックが加わった。2010年秋冬モデルでは、店頭販売モデルの Core i3 搭載モデルを、 廃止するとともに、Core i5 搭載モデルは CPU を、Core i7 は、グラフィックスをそれぞれ強化するとともに、USB 3.0ポートを追加。オーナーメイドモデルのクリエイティブエディションは搭載の、Adobe Creative Suite が最新版の Adobe Creative Suite クシ Production Premium に更新された。また、HDD も最大 750GB まで搭載できるようになった。 2011年春モデルでは、Core i5 搭載モデルは CPU を、Core i7 搭載モデルは HDD 容量を増量した。2011年春モデルの追加モデルとして発売した、バイオハツの 3D 対応モデルで、F シリーズ第6期モデルとなる。第2世代 Intel Core i7 プロセッサーを搭載し、クリエイティブマシンとしての性能を持つほか、 同社の液晶テレビブラビアにも使われる4倍速、稼働を応用し、左右の映像の合間に黒画像を挿入することで、クロストーク現象を極限まで減らしたほか、バックライト制御も行うことでくっきりした映像を楽しめることができる。2011年夏モデルでは、第5期の F1 として発売していた 3D 対応モデルをフルモデルチェンジし、第6期の F2 に以降。 中位モデルの f 2 2 7回 j b は CPU にクワッドコアの Core i7 から 2630QM を搭載し、メモリ HDD を増量、グラフィックスも高性能化され、アドビ社製の映像、画像編集ソフト3種類をプリインストールした。買いモデルの f 2 2 6回 j b も CPU に c o i5-2410M を搭載し、 HDD を増量、グラフィックスを高性能化した。なお、解像度を若干落とし、TV チューナーも地上デジタルダブルチューナーにスペックダウンにして差別化を図っており、ボディカラーも新色のシルバーを採用。3D 対応の上位モデル F229 回 J、装備は HDD 容量増量、メモリ倍増と基本性能を高めたマイナーチェンジ程度である。 また、オーナーメイドモデルは、3D 非対応モデルのみ、モデルチェンジを行い、CPU は、Core i3 から 2310M から Core i7 から2820、9M までの7種類から選択できるほか、ストレージで、最大5 1 2イトの SSD も、選択可能である。2011年秋冬モデルは、中、回モデルを、モデルチェンジし、ブラックボディの注意モデルは、 CPU 性能の強化により 3D 対応の最上位モデルを上回る CPU 性能となった。シルバーボディの買いモデルは CPU の性能強化だけでなく HDD 容量も 750GB に増量された。2012年春モデルはブルーレイディスクドライブが BDXL に対応化したマイナーチェンジ程度だが今回は 3D 対応の上位モデルもモデルチェンジされ、CPU が中位モデルと同じ Core i 7から 2670QM に強化された。オーナーメイドモデルも Blu-ray ディスクドライブが BDXL に対応するとともに、F シリーズ同様に動画、静止画、音楽編集ソフトの選択肢に、イマジネーションスタジオバイオエディションが追加された。 N シリーズ、NW 第2世代のタイプ N、NW と同一であるが、Windows 7を搭載し、バイオオーナーメイドで、使用のカスタマイズが可能となる。また、ボディカラーもホワイト、ブラウン、ブラック、シルバー、ピンクの5色展開となった。C シリーズ C シリーズ、タイプ C の第4期モデル。Windows 7搭載機種。タイプ C。 CS よりも小型化され、画面サイズは14型ワイドとなった。ボディカラーは5色を用意し、いずれも縁のある高級感あふれるものとなっている。さらに GPU に NVIDIA GeForce G210M を採用したり、HDMI 端子を搭載するなど性能面でも大幅に強化されている。オーナーメイドモデルでは、グラフィックス性能やディスプレイ解像度を上げた。 強化仕様となる。本体と同色のアクセサリーが用意されており、カラーコーディネートが可能であるのは、以前のタイプ C、CS から継承されている。2010年春モデルでは、CPU を Core i3 に一新するとともに、GPU も NVIDIA GeForce GT310M にグレードアップされた。ボディカラーには、オーナーメイド限定カラーとして、 イエローライトブルーゴールドの3色が追加された。E シリーズ、EA の登場に伴い販売終了となった。C シリーズの第5期モデル。店頭販売モデルは15.5型ワイド液晶を採用し、Core i5-2410M、AMD Radion HD 6470M、Blu-ray ディスクドライブを搭載しており、性能面でも高い。カラーは、 ビビッド系のオレンジグリーンピンク、シックなホワイトとブラックの5色がある。オーナーメイドモデルは CPU が、コア i3 から 2310M からコア i7 から 2620M まで4種類が用意され、グラフィックスも AMD Radion HD6630M に強化し、状況に応じて CPU 内蔵グラフィックスと切り替えできる。 ハイブリッドグラフィックス仕様を選択できる。また、オーナーメイド限定で14型ワイド液晶モデル、CA も設定されている。2011年夏モデルでは、HDD 容量を増量する一方、グラフィックスは独立グラフィックスから CPU、内蔵グラフィックスに、スペックダウンし、新たに、DVD スーパーマルチドライブ搭載モデルを新設。 カラーも従来設定されていたグリーンとブラックがオーナーメイド限定カラーに移行し新たにシックな質感のブルーを追加した4色展開となる。オーナーメイドモデルでは従来からの5色と店頭販売モデルの新色ブルーに加えオーナーメイド限定カラーの新色として追加したレッドを含めた7色展開となった。2011年秋冬モデルは 店頭販売モデルのラインナップを、ブルーレイディスクドライブを搭載した一機種に絞り、CPU 性能の強化、HDD 容量の増量を行った。オーナーメイドモデルは、カラーラインナップに、フラワー柄ピンク、エレガントフラワーと、ジオメトリック柄ブラック、モダンジオメトリックの2色を追加した。2012年春モデルの店頭販売モデルは、CPU を強化した程度。 また、カラーが一部入れ替えとなり、オレンジがオーナーメイド専用カラーに移行する代わりに、2011年夏、モデルからオーナーメイド専用カラーとなっていたブラックが、店頭販売モデルに再設定された。B シリーズビジーシリーズ、タイプビジーの後継モデル。Windows 7 Professional 6 4ビット版を搭載。ビジーシリーズと同様、セキュリティ。 健牢性の高さが特徴。CPU は、コア i シリーズを採用し、大幅に性能が強化されている。また、店頭販売モデルも設定された。また、法人向けモデルでは、既存資産の活用ができるよう、ダウングレード権を行使して、あらかじめ Windows XP Professional に、ダウングレードされる。E シリーズ、N シリーズの後継モデル。 15.5型ワイド液晶を搭載する F シリーズ FW と C シリーズ CW の中間にあたる新スタンダード。透明樹脂の天板の内側に塗装し、表面にパターンを施したことで、これまでなかったカラーとみずみずしい質感を持ったボディに。カラーは、ブラック、ホワイト、ピンク、ブルー、グリーン、マットブラック、マットホワイトの7色展開。また、 別売りのキーボードウェアも用意されており、本体同色や本体と違うカラーにすることも可能。うっさ 0.3mm のシリコン製で、キーボードにぴったりフィットし、埃や汚れの付着を防ぐ効果もある。CPU にインテルコア i3、コア i5 や大容量 500GBHDD を搭載しており、基本性能も充実している。また、オーナーメイドモデルでは、 より高性能なインテルコア i7 から 620M プロセッサーの搭載もできるほか、フル HD 液晶のバイオディスプレイプラス、ATI モビリティレイディオン HD5650 の構成も選択できる。2010年4月には、オーナーメイド限定で、C シリーズ、CW の後継モデルである14型ワイド液晶モデル、EA を追加。 サイズは一回り小さく、キーボードはテンキーを省いてコンパクトに。重量も1割程度軽くなった。また、LED 液晶も搭載され、厚さも薄くなった。カラーは EB の7色に加え、EA 限定色のマットブラウンを加えた8色展開。EA にも専用のキーボードウェアが用意されている。2010年6月発表の夏モデルでは、 新たにバイオでは、珍しい AMD 社製のアスロン2、デュアルコアプロセッサを採用した E を新設。カラーリングは従来オーナー、メイドモデル限定カラーだった、マットブラックとマットホワイトの2色。また、オーナーメイド限定カラーには新たに、マットピンクを追加した。なお、販売店限定モデルとして、 EE26KJ のメモリを 2GB に減らした EE25KJ と Pentium P6000 を搭載した EB27KJY を設定した。2010年秋冬モデルでは販売店限定モデルだった Pentium 搭載モデルをラインナップに追加するとともに EE シリーズの CPU をトリプルコアの p h e n o m 2 x 3に変更。 EB シリーズの Core i3、Core i5 搭載モデルも CPU 性能を強化した。また、オーナーメイドの限定カラーにバイオレットを追加し、EB シリーズは F シリーズ同様に HDD を最大 750GB まで搭載できるようになった。また、EE シリーズには販売店限定モデルとして、 AMD アスロン2デュアルコアプロセッサ P340 を採用した e e 3 5回 j と e e 3 5回 j のメモリを 2GB に減らした e e 3 4回 j の2モデルを設定した。2011年春モデルでは EEA シリーズが店頭販売モデルにも設定。CPU は Pentium P6200 を搭載。カラーはブラウン、マットホワイト。 マットピンクの3色となっている。この他 EE シリーズでは価格面を重視するためにアスロン 2X に p 3 6 2スペックダウン。一方で EB シリーズでは CPU 性能を強化した。なお EE シリーズには引き続き販売店限定モデルとして EE46 回 J が設定される E シリーズの第2期モデル。 六角形のパターンを組み合わせた新デザインの天板を採用し、カラーラインナップもブラックホワイトピンクの3色となった。シリーズは従来通り3つのタイプに分かれるが、インテル社製 CEPU 搭載15.5型モデルは A 系列、AMD 社製 CEPU 搭載15.5型モデルは L 系列、インテル社製 CEPU 搭載14型モデルは EG 系列となる。 エッケ列の点灯販売モデルは、Core i5 搭載モデル、Core i3 搭載モデル、Celeron 搭載モデルの3機種が用意され、Core i5 搭載モデルには、Blu-ray ディスクドライブも搭載される。L 系列の点灯販売モデルは、AMD 独自の規格で、独立グラフィックス相当の Core を組み合わせた、APU を採用し、CPU に E-350 を搭載した1機種のみ。 EG 系列の店頭販売モデルもセレロン B810 を搭載した1機種2色が用意される。オーナーメイドモデルでは A、e、系列、EG 系列で限定色のブルーも選択できるほか CPU も6種類から選択可能。L 系列ではセレクションメニューがメモリボディカラー、長期保証サービスのみと他の系列に比べて小規模だがボディカラーで 店頭販売モデルモデルでは設定されていない、ブラックやピンクの設定も可能である。なお、L 系列には、全世代の E 系列と同様に販売店、限定モデルも設定されており、A 系列には OS を Windows 7プロフェッショナルに変更した法人向けモデルに機種も設定されている。2011年秋冬モデルは、 店頭販売モデルの全モデルで CPU 性能を強化するとともに A 系列のセレロン搭載モデルと L 系列は HDD 容量も増量 EG 系列は店頭販売モデルにブラックを追加したまたオーナーメイドモデルでは従来からの3タイプに加え新たに EK 系列と EJ 系列を追加 EK 系列は L 系列と 同じく AMD 製 APU を搭載した14型モデルで、L 系列よりもセレクションメニューの幅が広く、オフィスや ATOC 等のソフトウェア類、メモリ HDD 容量、バッテリーも選択可能。EJ 系列は F シリーズ、F2 よりも一回り、大きい17.3型ワイド液晶を採用し、CPU には i、Pentium Core i3 Core i5 の5種類から選択できる。 EJ 系列、EK 系列ともに、カラーは、ブラックとホワイトの二色展開である。2012年春モデルは、店頭販売モデルの EG 系列の CPU を、Pentium B960 に強化するとともに、Core i3 搭載モデルを追加。さらに、L 系列は、HDD 容量を増量。A 系列は、CPU 性能を強化するとともに、 最上位モデルの S39 回 J では HDD 容量を増量した E シリーズの第3期モデル。今回、大画面、スタンダードノートのラインナップを E シリーズに集約し、合わせて Y シリーズも統合したことで豊富なラインナップとなった。店頭販売モデルは15.5型ワイドの E15 は、ペンティアム搭載モデルコア i3 搭載モデルコア i。 5搭載モデル、第3世代コア i7 搭載モデルの4機種、14型、ワイドモデルはペンティアム搭載モデルに加え、包み込むような、柔らかな印象のラップデザインを採用し、随所にアクセントカラーを配した、プレミアムモデル、E シリーズ 14P2 機種を追加した3機種になった。また、15.5型ワイドモデルには販売店、限定モデルとして、 E15114 回 J をベースに、高額ドライブを、ブルーレイディスクドライブに変更した E15115 回 J、E15117 回 J をベースに、高額ドライブを、DVD スーパーマルチドライブに変更した E15116 回 J、E15119 回 J をベースにメモリを 4GB に、減らした E15118 回 J の3機種を、 用意する。オーナーメイドモデルは E14、E14A、E15、e、のいずれのタイプにも設定されるほか、オーナーメイドモデル限定の17.3型モデルも新デザインで引き続き設定される。2012年秋冬モデルでは OS を Windows 864bit に変更するとともに E14、E14P、E15、e、全機種で CPU を強化し、 HDD 容量を増量。E14P の Core i3 搭載モデルと E15 の Core i5 搭載モデルは、高額ドライブを、Blu-ray ディスクドライブに変更した。合わせて、e、E14A と E15 の最上級モデルには、新色のシルバーを設定し、E14A の最上級モデルは、タッチパネルも搭載した。また、前モデル同様。 15.5型ワイドモデルには、販売店限定モデルを設定しており、コア i3 から 2328M プロセッサーを、搭載した E15124CJ、E15127CJ をベースにメモリを 4GB に、減らした E15126CJ 及び、AMD r a d e o n HD7650M を、 搭載した E15128CJ の3機種を設定する。2013年春モデルは、全機種でオフィスを、オフィス2013に更新したほか、15.5型、ワイドモデルは液晶を高輝度化し、ペンティアム搭載モデルとコア i5 搭載モデルは、CPU も強化。14型ワイドモデルも、CPU を強化し、E14A は、ブルーレイディスクドライブが、 BDXL に対応した。同年3月に14型の最上位モデルもモデルチェンジ。オフィスの更新に加え、ストレージを何度フラッシュメモリを内蔵した、ハイブリッド HDD に変更した。S シリーズ高性能とモビリティを両立する、オールインワンモバイルの S シリーズに新たに追加された15.5型、フルハイビジョン液晶モデル。 状況に応じて独立 GPU と CPU 内蔵グラフィックスをスイッチで一つで切り替えられるハイブリッドグラフィックス長時間稼働を可能にする拡張用シートバッテリーに対応するなど機能面は既存の SA 系列、SB 系列譲り唯一異なるのは大画面化に伴ってシャシー構造を変更した点であるオーナーメイドモデルでは高性能 CPU や クアド SSD、ブルーレイディスクドライブを搭載したハイスペックマシンの設定も可能で、カラーにはオーナーメイド限定色のシルバーも設定している。2012年春モデルでは、店頭販売モデルのラインナップを拡充し、Core i5 搭載モデルがオーナーメイド限定色だったシルバーに変更した新モデルに移行となり、ブラックの既存モデルは CPU を コア i7 から 2640M に、高額ドライブを、ブルーレイディスクドライブにそれぞれ変更し、性能を強化した。SE 後継の15.5型、フルハイビジョン液晶モデル。店頭販売モデルを、コア i7 搭載モデル1機種に集約する一方、カラーをブラックとシルバーの2色展開とした。性能面の強化が図られており、CPU は、第3世代の、 コア i7 から 3612QM をハイブリッドグラフィックスの独立 GPU を NVIDIA GeForce GT640MLE にそれぞれ変更され、Blu-ray ディスクドライブはスロットインドライブ方式となった。オーナーメイドモデルは専用カラーとして新たにホワイトが設定された。また、本モデルから法人向け標準仕様モデルが新たに設定された。 2012年秋冬モデルは OS を Windows 864bit に変更するとともに CPU を Core i7 から 3632QM に性能強化。さらに Blu-ray ディスクドライブは BDXL に対応した。2013年春モデルはメモリを 8GB に倍増し、ストレージは 8GB のフラッシュメモリを内蔵したハイブリッド HDD となった。 また、法人向け標準仕様モデルのラインナップを拡充した。T シリーズ、T15 ウルトラブックの T シリーズに2013年春、モデルから新たにラインナップされた15.5型、ハイビジョン液晶モデル。後術の T13、T14 同様にディスプレイは、タッチパネル式を採用。また、ウルトラブックであるが、T14 同様に、高額ドライブを搭載しており、 T15 では b d x ルタ用ブルーレイディスクドライブを搭載する。バックライトキーボードも大型化に伴って重機付けとなった。なお、プロへ継承のため T シリーズの15.5型モデルは1シーズン限りとなった。バイオフィット14、15、F14A、F15A2013 年春モデルまで販売されていた。 E シリーズや S シリーズ、S15 に代わって新たに設定した大画面ノートシリーズ。ディスプレイには静電容量式のタッチパネルを CPU にはウルトラブック等のモバイルノートに搭載されていることが多い低電圧版をストレージには難度型フラッシュメモリを搭載したことで高速起動と 1TB の大容量を両立したハイブリッド HDD を搭載。 高額ドライブも搭載しているが、約 22mm の薄型設計としている。天板やパームレストには、ヘアライン加工を施して、デザインにも配慮されたほか、本体側と天板側の構造板を延長し、開けたディスプレイ部の下部が設置する構造としたことで、タッチ操作時の安定性を高めている。 ディスプレイは14型と15.5型の2サイズが用意され、いずれも高解像度仕様となっている。カラーは、シルバー、ブラック、ピンクの3色を用意している。15.5型の店頭販売モデルは、コア i5 搭載モデルとコア i7 搭載モデルの2、モデルを設定。14型の店頭販売モデルは1モデルのみで、コア i3 から 3227U を。 搭載している。オーナーメイドモデルはメモリが最大 12GB まで搭載できるほか、独立グラフィックスの NVIDIA GeForce GT735M や SSD の搭載ができるなど多彩な選択肢が用意されている。また、15.5型モデルには一部販売店限定モデルとして NVIDIA GeForce GT735M を搭載した。 最上位モデル f 1 5 a 1 9 c j が設定されるほか、法人向け標準仕様モデルも設定される。なお、2013年秋冬モデルは、後継モデルのバイオフィット A の登場に伴って、バイオフィットには2013年秋冬モデルが設定されずに2013年夏モデルからの継続販売となり、2014年春モデル発表時に廃止となったため、 わずか半年で、バイオフィット A へ実質移行されるされたこととなった。バイオフィット 14E、15E、バイオフィットと共に設定された新シリーズで、こちらは、天板や、パームレストに、樹脂素材を使用するなどより、廉価なスタンダードモデルの位置づけとなる。ただ、高輝度ディスプレイや、サブウーファーを搭載しており、画質や音質にこだわった仕様となっている。 店頭販売モデルは、Pentium 2117U を搭載した15.5型モデルのみの設定で、ディスプレイは HD で、タッチパネル非搭載、ボディカラーは、ホワイトとブラックの2色となる。オーナーメイドモデルでは、第3世代コア、iFamily、独立グラフィックス、NVIDIA GeForce GT740M、フル HD 液晶。 タッチパネル、ブルーレイディスクドライブなどの搭載が可能で、ハイスペック仕様にすることができるほか、タッチパネル選択時は限定カラーのピンクも選べる。また、オーナーメイド限定で14型モデルもラインナップ。ディスプレイで高輝度液晶の設定がなく、高解像度液晶の解像度が1 6 9 0 0ドットになる点以外は15.5型モデルと、選択肢が、 共通化されている。バイオフィット同様、15.5型モデルには、法人向け標準仕様モデルも設定されるほか、一部販売店、限定モデルとして、コア i5 を搭載した、上位機種の F15128、CJW も設定される。2013年秋冬モデルでは、店頭販売モデルの CPU を、 ペンティアム 2117U からペンティアム 3556U に変更するとともに一部販売店限定だった Core i5 搭載モデルに加え新たに Core i7 タッチパネル搭載モデルを追加オーナーメイド限定の14型モデルはディスプレイで選択できる高輝度液晶が15.5型モデルと同じフル HD に高解像度化された 2014年春モデルは OS を Windows 8.1に変更するとともに Adobe Photoshop Elements が最新版の12に更新の上プリインストール化。Core i5 搭載モデルは画面解像度をフル HD から HD に低解像度化された。オーナーメイドモデルは選択肢が増えメモリに 16GB、ストレージに 1.5TBHDD を追加し、より ハイスペックな構成が可能となった。2014年7月にバイオ製として初のバイオの一つとして発表された第2期モデル。15.5型モデルのみの設定となる。個人向けは構成の選択肢が CPU によって大きく異なるため、これまでのオーナーメイドモデルのような自由な選択はできなくなったコア i 3 4 0モデルは、 メモリ 4GB、液晶解像度 1366X768。固定、タッチパネルウムの2タイプ。コア i5 4210U モデルは、メモリ 4GB 液晶解像度 1366X768 固定タッチパネルームの2タイプコア i 5 4 2 1 0 u モデルはメモリ4 g b 液晶解像度1 3 6 6 x 7 6 8オアメモリ 8GB 液晶解像度 1920X1080。タッチパネルームの4タイプ。 コア i7-4510U モデルはメモリ 8GB、液晶解像度 1920X1080、固定、タッチパネルームの2タイプ、合計8タイプ。法人向けは、これまで通り自由なカスタマイズが可能。いずれも HDD は 500GB、高額ドライブは DVD スーパーマルチドライブのみ。また、これまで法人向けのみだった、Windows 7 Pro、ダウングレードが、 個人向けでも選択できるようになった。法人向け標準仕様モデルも用意される。プリインストールソフトはソニー時代と大きく異なり基本 OS 以外はほとんど付属しない。アシストボタンが削除され NFC ポートも非搭載。VGA アダプターが標準添付となる。10月には新たに本体色にホワイトが追加されたほか CPU に セレロン 2957U を選択できるようになった。ただし CPU にセレロンを選択した場合、タッチパネルの搭載は不可。さらに Office の最新バージョンを永久に使える Office、プレミアムをプリインストールすることも可能。BioFit 14A、15A、F14N、F15N。 バイオフィットの新ラインナップとして2013年秋冬モデルから登場したコンバーチブルノート。ヒンジにマルチフリップ方式を採用したことで通常のノートパソコンとして扱えるキーボードモードからディスプレイを外側に回転することで動画コンテンツの閲覧やプレゼンテーションに最適なビューモードとなりこの状態から天板を閉じればタッチ操作やペン入力に 最適なタブレットモード2と1台で3通りの使い方ができる。画面サイズはバイオフィットやバイオフィット E 同様15.5型と14型の他にモバイル用途にも最適な13.3型の3サイズを設定する。なおバイオフィットやバイオフィット E とは異なり光学ドライブを搭載しない。店頭販売モデルは15.5型モデルは コア i3 搭載モデル、コア i7 搭載モデル、コア i7 高解像度液晶 NVIDIA、GFORCE GT735M 搭載モデルの3機種を設定。14型モデルは、Pentium 3556U を搭載したエントリーモデルのみの設定。カラーは、シルバー、ブラック、ピンクの3色を設定する。オーナーメイドモデルも用意されており、特に、 14型モデルに関しては、カラーで、店頭販売モデルにはないブラックを設定することができるほか、通常はフロント側に搭載されている HD ウェブカメラをリア側にも搭載することができる。さらに、15.5型モデルには、法人向け標準仕様モデルの設定もある。 PC 事業の上渡発表後に発表し、ソニーが発売するモデルとしては、最後となる2014年春モデルでは、OS を Windows 8.1に変更したほか、Adobe Photoshop Elements 12を新たに、プリインストール化。Bio Inspiration Suite は、最新版に更新された。なお、15.5型モデルに関しては、Core i7 高解像度液晶 NVIDIA。 G-Force GT735M モデルや、法人向け標準仕様モデルが設定されなくなったが、高解像度液晶に関しては15.5型のオーナーメイドモデルにて選択可能である。BioFit15E マークに F152 大画面スタンダードのオートバイオ Fit15E の第3期モデル。セキュリティチップ、VGA 端子など、 ビジネスユースに求められる機能を新たに搭載している。前期モデルにはなかった、ブルーレイディスクドライブや、容量 1TB の HDD を搭載した機種が用意されるなど、ハードウェアスペックが強化されている。カラーバリエーションは、従来のブラック、ホワイトに加え新たにピンクを追加した。ディズニーキャラクターがデザインされたモデルも用意される。バイオオーナーメイドの選択肢は、 前述の BD ドライブや HDD 容量を除けば、前期モデルと同様。2015年秋冬モデルでは、OS を Windows 10に切り替えたバイオ S 15。BIOS15、S151、S152 構成のオールインワンノート、PC として新たに投入された15.5型、ワイドモデル。 一般的な A4 サイズノート PC よりも高速な標準電圧版の第6世代インテルコア H プロセッサーライン DDR4 メモリーを搭載。デスクトップ級のパフォーマンスを誇るノートパソコンを標榜する。ストレージには新たにフラッシュメモリと HDD を組み合わせたハイブリッド HDD を搭載したモデルが用意された。無線欄には IEEE802.11AC4K 出力が可能な HDMI 端子を採用するなどインターフェース面も強化されている。本体カラーにはブラック、ホワイト、シルバー、ピンクを選択可能。2016年3月にはディズニーキャラクターが描かれた天板を選択できるようになった。2017年秋冬モデルでは CPU を第7世代インテルコア H プロセッサーラインに更新。ストレージには、より高速な第3世代ハイスピードプロ SSD を選択可能になった。タッチパッドにボタン化するなど、細かい改良も加えられている。また、ディスプレイにタッチパネルは搭載されない。本体カラーは前モデルを継承している。 バイオ C15 スタンダード大画面のオートバイオフィット 15E マーク2の後継にあたる15.5型ワイドモデル。ホワイト、カッパー、ネイビー、グレー、イエロー、ブラック、オレンジ、カーキの個性的なカラーバリエーションを揃えデザイン重視のモデルとなっている。バイオオーナーメイドでは CPU の選択肢にセレロン 3215U とコア i3500U が用意され、 バイオ S15 に比べ安価な構成にすることができる。ストレージには S15 と同様に SSD と HDD を組み合わせたハイブリッド HDD を選択可能。外部出力端子は HDMI、光学ドライブは DVD スーパーマルチドライブのみ。バイオフィット 15E マーク3、F156 バイオフィット 15E マーク2を マイナーチェンジした15.5型スタンダードノート、PC。標準仕様モデルのみ設定。本体カラーは、ブラックとホワイトを用意。スペックは CPU に、セレロン 3215U、1TB の HDD、4GB のメモリ、DVD スーパーマルチドライブと低価格に、抑えられている。BioPro PH、PH1Bio S15。 S152 の法人向けモデル。基本的なハードウェア構成は S15 と同じだが、OS に Windows 10 IoT Enterprise を選択できたり、暗号化機能付き SSD を搭載可能など、法人向け仕様を拡充している。Bio S15、S153、S154Bio S15 の第2機モデル。筐体をフルモデルチェンジし、前モデルより小型化。 軽量化を行っている。性能面では前モデルから大幅に強化されており、CPU を第8世代のインテルコアプロセッサー H ラインに刷新。4K ディスプレイ、ウルトラ HDBD 対応ブルーレイディスクドライブ、サンダーボルト3対応 USB-C 端子等、最新のハードウェアとインターフェースを搭載している。本体カラーには、ブラックとシルバーが用意されている。 2019年9月には、ストレージを HDD のみにして、価格を抑えた、標準仕様モデルを追加した。2019年秋冬モデルでは、CPU を第9世代のインテルコアプロセッサー H ラインに変更し、たモデル同様、オールブラックエディションも用意された。2020年10月からは、新色として、ホワイトが追加されたほか バイオオーナーメイドで 4KHDR 対応ディスプレイを選択できるようになった。2021年11月より、Windows 11搭載モデルを販売開始。バイオプロ PH、PH2 バイオ S15、S153、S154 の法人向けモデル。バイオフロリダ15バイオ社製バイオとして、初の AMD ライゼンプロセッサーを搭載した。 ホームユース向けの15.6型モデル。発売当初は、バイオストア、大手家電量販店のバイオオーナーメイドのみで取り扱い、ソニーストアでは販売しない。また、バイオとして初めてアマゾンでも取り扱われる。スペックはメモリが 8GB、ストレージが 256GB の SSD となっており、家庭向けとして十分な性能を搭載している。 バイオノート505バイオの代名詞的なモデル。B5 サイズ。高額ドライブとフロッピーディスクドライブは外付け。周辺機器の接続は主に別売りの、ポートリプリケーターを介していた。バイオ 505GXB5 ファイルサイズ。B5 サイズ。505の後継機。B5 ファイルサイズ。z 5 0 5の後継機。光学ドライブよび3.5インチフロッピーディスクドライブと。 多数の外部接続端子を搭載した、ドッキングステーションによる拡張が可能。B5 ファイルサイズ。R505 の後継機。光学ドライブを内蔵し、2スピンドルとなった。BIO C1 初代、BIO C18.9 型ワイド液晶の1スピンドル、小型モデル。回転式、カメラ、モーションアイを内蔵している。フルモデルチェンジ。本体設計、デザインを一新。 小型軽量化された。なお、姉妹モデルの C2 は C1 とほぼ同じだが、カメラは、非内蔵で、反射型ポリシリコン液晶ディスプレイを搭載、ハンディ GPS レシーバーが付属している。C1X と同一デザインだが、このシリーズ以降からは、トランスメタ社製の CPU であるクルーソーを採用した。再び、フルモデルチェンジ。カラーリングも、 同時期の S R SR、SRX 同様、シルバーとノーコンが基調となる。8.9型ワイド液晶の解像度が1280、600ドットになる。C1MSX ではそれまでデスクトップ型にのみ、搭載されていたテレビ録画アプリがギガポケット LE としてバンドルされる。バイオノート SR、バイオノート S R SR、SRX505 シリーズは、 大型化していったため投入した B5 サイズサブノート型。実質的には505、N505 の後継にあたる。液晶サイズは10.4型。1スピンドルタイプのため CD ドライブが外付け方式であった。本体部のキーボード部とパームレスト部が個別のブロックを形成しているようなデザイン。カラーリングも従来のバイオのイメージカラーである。 バイオレットから脱却しており、シルバーとグレーが基調となる。2001年夏モデルから、今後他のモバイルモデルにも派生していくノーコンが採用される。フルモデルチェンジ。本体デザインも SR のようなブロックが結合したような形状から一般的ものとなる。ワイヤレスラン機能が標準搭載される。バイオ GT ビデオカメラを内蔵したモデル。 バイオノート VX 光学ドライブを配し、SRX シリーズをそのまま、サイズアップしたようなデザインのスリム A4 ノート。無線 LAN 機能、バッテリー3.5から5.5時間駆動など、モバイル性能を重視したモデル。バイオ U バイオノートシリーズで最も小型。モバイル向け。バイオノート ZA4 モバイルノート。光学ドライブ搭載で 2.1kg。 スクが表示の14.1型液晶。側面デザインがディスプレイを立ち上げた時に連続したラインになるのが特徴的。大型化していくグレーンに対して XR や初期グレーンの2スピンドル薄型 A4 ノートのコンセプトを引き継ぐ。バイオノート TRC1 と SR を機能統合、さらに高額ドライブを内蔵した2スピンドルタイプのサブノート型。 10.6型ワイド液晶。ハードディスクドライブに1.8インチ型を採用。DVD ドライブ、C1 のような回転式カメラを内蔵した。バイオノート505エクストリーム、X505 初代505のコンセプトを、最新の技術で具現化したモデル。バイオ第一世代を締めくくった。タイプ TR 第一世代の TR と同一。 タイプ505エクストリーム、X505 第一世代の505エクストリームと同一。タイプ S13.3 型ワイド液晶を搭載する大型モバイル。パワフルな高性能とモバイル性能を両立。当初はコアデュオを搭載し G4 f o ス 57400TC を搭載していたが、第2期モデル以降はコアにデュオを搭載するハイエンドモバイルノート。 GPU をスイッチで切り替えることによって 3D 作画機能の向上と長時間駆動を両立させた。バイオーナーメイド限定で柄デザインとプレミアムブラウンの限定カラーを選択できる。また、Windows XP Professional モデルも用意されていた。ただし XP モデルには TPM チップを搭載することができない。これまで、 ハイエンドモバイルノートとして展開していたが、後術のタイプ、Z 登場により、デザイン、性能を見直し、より親しみやすい、モバイルノートとして生まれ変わった第3期モデル。キーボードは、キーと、キーが独立した、アイソレーションキーボードとし、ボディは曲線を多用した丸みのあるデザインとした。また、自宅、会社、外出先と、一発でモードを切り替えできる。 スイッチを装備する。性能面は、精霊ーシ,シリーズより強化され、セントリーノ2に対応する、コアにデュオや、ATI モビリティレイディオン HD3470 を搭載し、グラフィック性能を向上。もちろん、精霊誌シリーズ同様、バイオハードディスクプロテクション、指紋センサー TPM セキュリティチップも搭載した。2009年春モデルからは、 バイオオーナーメイドモデルにて、ワイヤレスワンが内蔵され、モバイル高速通信が可能となった。2009年夏モデルでは 64bit 版になり、グラフィックが ATI モビリティレイディオン HD4570 にアップし、最大 8GB までの RAM を搭載できるようになった。ただし TPM セキュリティチップは省かれた。タイプ、U バイオタイプ U。 超小型モバイルモデル携帯ゲーム機を思わせるデザインを採用した小型モデルタッチパネル式の液晶ディスプレイを搭載するタッチパネルスライド式フルキーボード前後2個のウェブカメラを搭載するタイプ U の第2機モデル中途半端な性能の割に価格が高く失敗した第1機モデルと対照的にある程度価格を上げ高度な集積や液晶の構成再化を行い成功した 文庫本とほぼ変わらないサイズで 500g を切り、インテル製 CPU 搭載機としては、世界最軽量のビスタケーパブル PC の座にあった。世界初の、ゼロスピンドル PC でもあった。タイプ、T バイオタイプ、T 小型モバイルノート。タイプ TR の後継で、サイズとスピンドルをキープしたまま薄型、軽量化。幾度のフルモデルチェンジを重ねながら、 長期にわたって販売されたシリーズ。10.6型液晶搭載の第1期モデル。第2期モデル。白色 LED とカーボン素材の仕様で薄型、軽量化を実現。画面も11.1型ワイドに大型化。また、他社に先駆けワンセグのサービス開始以前に発売された2006年春、モデルから。 地上デジタル放送のワンセグチューナーを搭載した第3期モデル。505シリーズをイメージしたシリンダーデザイン等を採用。AV 関連の操作ボタンを搭載、Windows を立ち上げずに音楽や DVD を鑑賞できるインスタントモードを備えるなど AV 機能を強化した脱仕事専用モバイルとしている。後にフェリカポートや X505 で培った技術を 導入したカーボン素材ボディを追加された。また、バイオオーナーメイドモデルでは限定カラーや限定柄を含めた豊富なカラーデザインを選択でき、ワイヤレスワンの有無やストレージで SSD を選択できた。第4期モデル。シリンダーデザインやアイソレーションキーボードなどは TZ と共通だが、より丸みを帯びたデザインに変更された。ブルーレイドライブや ウォークマンと同様のノイズキャンセリング機構、高音質サウンドチップ、サウンドリアリティを搭載するなど、より AV 機能を強化している。また、新たに、急速充電機能を搭載した。セントリーの2に対応。バイオオーナーメイドモデルでは、TZ と同様、天板カラーやデザイン、ストレージなどに、多様な選択肢が用意されている。また、2009年春モデルからは、 ワイヤレスワンも搭載可能となり、2009年夏モデルでは、地上デジタルチューナーが内蔵可能になった。ただし、B、CAS カードを挿入する必要があることから、同オプション選択時は2.5インチ HDD が含まれた構成が必須となり、高額ドライブが選択できない。タイプ、 G ビジネスモバイル用途に開発された12.1型液晶、搭載のモバイルノート。落下体制など、各種の試験の結果を公表するなど、自らを市場にレッツノートのライバルとしてアピールしている。天板だけではなく、底面にもカーボンを使用しかるさと耐久性を両立させている。2007年秋冬モデルからは、キーボードの防滴仕様や液晶に、 傷のつきにくい、ハードコーティング液晶を搭載している。衝撃を感知し、ハードディスクを停止するアプリが含まれている。タイプ、Z バイオタイプ、Z タイプ S、精霊種のコンセプトを継承した、ハイエンドモバイルノート。セントリーノに対応のコアにデュオや DDR3、ストラムのメモリーを装備し、モバイルノートでありながら、高速処理、省電力を実現。さらに、 タイプ S、精霊紙で装備されていたダイナミックハイブリッドグラフィックス機能を継承。切り替え、スイッチ一つで NVIDIA GeForce 9300MGS GPU とチップセット内蔵の Intel GemA4500MHD の2種類のグラフィックアクセラレーターを使い分けることで高速処理とスタミナを両立。 また、切り替えの度に必要だった PC の再起動が不要になり、より使いやすくなった。液晶も新開発のクリアソリッド液晶を採用。映り込みを抑えて、細かい傷から液晶を守りつつ、NTSC 比約100%の高画質を実現した。バイオーナー e r ドモデルでは、モバイルノートでありながら、ブルーレイディスクドライブや、 ワイヤレスワンを搭載できたり、ストレージは HDD の代わりに SSD を装備できるだけでなく、SSD の RAID 冷構成も可能で、2.5型 HDD 装備時の約3.7倍のデータ転送速度を実現している。2008年10月から CTO メニューが追加され、以前は不可能だった、ブルーレイディスクドライブと SSD の同時搭載が、 可能になった。2009年夏、モデル CTO では、エントリー以外 CPU を刷新し、SSD も 512GB まで対応。天板に、新色のボルドーと2つのプレミアムデザイン、パームレストに、ブラックが、指定可能になった。また、ワイヤレスランのミモを、従来の 1X2 から、通信速度が速い 3X3 に、強化できるようになった。 また、2009年7月からは、CTO メニューに、モバイル YMAX が追加された。タイプ Y12.1 型液晶を搭載の薄型モバイル。このシリーズは、ワンシーズンのみの販売だった。タイプ、P バイオタイプ P2009 年春モデルの、新シリーズとして登場したアンプック。幅240奥行き120厚さ 19.8mm の、 超小型サイズを実現するために、バイオでは初めて搭載する、アトムプロセッサーなどの小型デバイスパーツ類を取り入れ、配列を見直した超小型マザーボードを開発。さらに、ファンレス設計としたことで低騒音化も実現した。小型でありながら、キーピッチ約 16.5mm。 キーストローク約 1.2mm の薄型アイソレーションキーボードを備え、マグネシウム合金のフレームによりしっかりとした押し心地も実現している。ポインティングデバイスにはスティックポインターを採用。また、ディスプレイには1 6 7 6 8ドットの高解像度を持つ8型ウルトラワイド液晶を採用し、2つのウィンドウを並列表示しても快適に使える。 OS は Vista Home Basic でメモリは標準にギガバイトを搭載バイオハードディスクプロテクションやワンセグチューナーまたはワイヤレスワンを搭載しているワイヤレスワンは NTT ドコモのフォーマハイスピードの通信モジュールが内蔵されておりモバイル高速通信が可能であるバイオオーナーメイドモデルでは OS の選択や SSD の搭載、オフィスのプリインストールも可能である。2009年月モデルでは、店頭販売モデルの追加モデルとして、ワイヤレス1を標準搭載した、Windows XP 搭載モデルを追加。さらに、Bio Owner Made モデルでは4つのボディカラーデザインを追加し、こちらにも、Windows XP 搭載モデルが追加された。 また、2009年7月には、オーナーメイドの Windows Vista 搭載モデルの CTO メニューに、モバイル YMAX が追加された。S シリーズ第2世代のタイプ S、SR と同一。S シリーズタイプ S の第4期モデル。13.3型画面のスタンダードモバイルノート。CPU に、Core, i シリーズを採用。標準仕様モデルには、 GPU として NVIDIA GeForce 310M を搭載している。周囲の明るさを検知し、自動的に画面の軌道調整をする、照度センサーを搭載。ボディカラーは、ブラックシルバーブラックシルバーピンクホワイトグリーンの6色が用意されている。また、オーナーメイドモデルでは、モバイルマ m a x が標準搭載される。2010年夏モデルは、 店頭販売モデルのカラーにシルバーを追加するとともに CPU 性能を向上オフィスをオフィスパーソナル2010に更新したまたオーナーメイドモデルの限定カラーにパープルを追加した2010年秋冬モデルでは店頭販売モデルにピンクをオーナーメイドモデルにはウェービーホワイトウェービーブラックの2色を追加した2011年春モデルは CPU 性能を強化した程度のマイナーチェンジに留まる。2011年春モデルの追加モデルとして登場した薄型フルフラットデザインの SB が第5期モデルとなる。CPU に第2世代コアプロセッサーを搭載し、状況に応じて AMD r a d e o n HD 6470M と Intel HD Graphics 3000をワンタッチで切り替えできる。 パフォーマンススイッチを搭載。カラーバリエーションも併売されていた S1 と異なっており、ブラックホワイトピンクブルーの4色が用意される。オーナーメイドモデルでは独立グラフィックスを AMD r a d オ o n HD6630M に強化したほか、CPU で Core i7 から 2620M、最大 1TB のク u ッド SSD の搭載も可能。 2011年夏モデルでは、店頭販売モデルでは、HDD 容量アップのマイナーチェンジにどまるが、買いモデルの SB28 回 J にオーナー、メイド限定カラーだったブルーを追加。また、オーナーメイド限定モデルとして新たに、SA を追加。SB よりもディスプレイ解像度をアップしし、ウェブカメラには、XMARCMOS センサーを搭載。さらに、状況に応じて、 CPU 内蔵グラフィックスと独立グラフィックスをワンタッチで切り替えできるハイブリッドグラフィックスも継承するほか最大 1TB のクワッド SSD も選択できるなど性能面も高いボディカラーもグロッシーブラウン、オールブラック、ライトシルバーとシックな3色を揃えている一方 SB のオーナーメイドモデルは SA の新設定により セレクションメニューが一部乾燥化され、クワッド SSD やワイヤレスワンの設定ができなくなり、独立グラフィックスをスペックダウンした一方、ボディカラーは、店頭販売モデルのみに設定されていたピンクと、オーナーメイド限定カラーのシルバーを追加した五色展開となった。2011年秋冬モデルは、店頭販売モデルは、CPU 性能強化及びワイヤレスランの 使用変更のマイナーチェンジにどまるが、オーナーメイドモデルで、カラーラインナップが追加され、SA 系列には、カーボンメッシュブラックを、SB 系列には、オーナーメイド限定カラーとして、レッドを追加した。2012年春モデルは、CPU 性能を強化した、マイナーチェンジにどまるが、コア I3 搭載モデルはブルーが、オーナーメイド専用カラーに異なり、3色となった。 また、Core i3 搭載モデルと Core i5 搭載モデルの中間の位置付けで OS に Windows 7 Professional を搭載した SB48 Good Job B を新設したスタンダードモバイル S シリーズの第6期モデル。店頭販売モデルは15.5型モデルの S15 と同様に第3世代 Core iFamily に変更し、光学ドライブをスロットイン方式に変更した。 オーナーメイド限定のプレミアムモデル SA も予想も新たに S13A となった。2012年秋冬モデルでは OS を Windows 864bit に変更し HDD 容量を 750GB に増量。合わせて店頭販売モデルを S13129CJ の1モデルに集約した。 オーナーメイドモデルの S1312 アージでは限定カラーとして新色のレッドを追加した。2013年春モデルは CPU を強化すると共にディスプレイをバイオディスプレイプレミアムに変更して高解像度化さらに独立グラフィックスの NVIDIA GeForce GT640MLE を新たに搭載。オフィスもオフィス2013に更新した。 t シリーズ第2世代のタイプ T、DT と同一。店頭販売モデルでは、超低電圧版のセレロン搭載モデルが設定された。第2世代のタイプ T の登場以来、現在の S シリーズとともに長期にわたって、販売されていた t シリーズが、同社発のウルトラブックとなり、約2年ぶりに復活。 ラインナップは1 1 6型ワイドと1 3 3イドの2タイプが用意。仕様は2タイプ共通で、ヘアライン加工のアルミテン板と Z シリーズ譲りのフルフラットデザインを採用しており、CPU には超低電圧版の Core i5-3317U を搭載するほか、 ストレージは 500GBHDD に加え、キャッシュ用に 32GBSSD も搭載しており、高速記録と大容量保存を両立している。オーナーメイドモデルも用意されており、CPU に Core i7 から 3517U を選択できる。他、メモリは最大 8GB まで搭載可能、ストレージを SSD に変更することができる。 2012年秋冬モデルでは既存モデルの OS を Windows 8 6 4ビットに変更するとともに13.3型ワイドモデルにはタッチパネル搭載モデルを追加しさらにウルトラブックでありながら高額ドライブを搭載した14型モデルを新設したオーナーメイドモデルにも14型モデルが新設され高額ドライブで BD-ROM ドライブやブルーレイディスクドライブを 選択できる。2013年春モデルでは CPU を強化し、オフィスを Office2013 に更新。また、14型ワイドモデルはディスプレイをタッチパネルに変更した。なお、ハイブリッド HDD のキャッシュ用 SSD の容量が 24GB に減らされた。法人向け標準仕様モデルは、従来からの11.6型ワイドモデルに加え、 13.3型、ワイドモデル14型ワイドモデルにも設定された。Z シリーズ第2世代のタイプ Z と同一。バイオオーナーメイドでは、A 字キーボードを選択した時のみ、キーボードのフォントを、ソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズ製のプリミニと同様のものにすることができる。Z シリーズ、タイプ Z の第2期モデル。ハイエンドモバイルとしての地位にふさわしく、 店頭販売モデルには、CPU は、Core i5 を搭載し、あらゆる使用状況でも高いパフォーマンスを発揮。128GB の SSDRAID を、標準搭載し、ディスプレイ解像度も WXGA となり、一般的な大画面ノートよりも高い解像度を持った。また、ダイナミックハイブリッドグラフィックスにより、NVIDIA GeForce GT330M と、 CPU 内蔵グラフィックスを再起動なしで切り替えできる。自動的に最適なモードに切り替えるオートモードを加え、スイッチ形状は三角形に変更された。また、パームレストはアルミの一枚板を押し出し成形で加工したものを一枚一枚削り出して成形させたことで金属本来の質感を持ちつ,つつ、軽量化、堅牢性を両立した。また、出っ張りを抑え、 より薄くなったボディ形状としたことで手に馴染み、バッグへの出し入れがよりスムーズになった。オーナーメイドモデルでは、インテルコア i7 から 620M プロセッサー、低反射コートを施した13.1型、フル HD、ノングレア液晶、ブルーレイディスクドライブ、SSDRAID モジュールを2枚使用し、4組で、RAID 零構成にすることで、 HDD の約6倍の速度を持つ 512GB のクワッド SSD を選べるほか、ワイヤレスワンやモバイルワイマックスの選択も可能である。また、Adobe Creative Suite 4 Production Premium を同梱し、Windows 7 Ultimate 64bit 版 8GB メモリを標準搭載した VPC Z11ZHJ もラインナップした。カラーも、 ソニースタイルの創業10年を記念して設定した、グロッシープレミアムカーボンを含む6色を設定した。2010年夏モデルではオフィスを、オフィスホームビジネス2010に更新。オーナーメイドモデルでは、ワイヤレスワンとモバイルワイマックスの同時搭載が、できるようになった。2010年秋冬モデルでは、店頭販売モデルの CPU 性能を強化された、 オーナーメイドモデルにはプレミアムデザイン2種を追加した。2011年春モデルはオーナーメイドモデルのみモデルチェンジ。ストレージで新たに 1TB のクワッド SSD が追加された。Z シリーズの第3期モデル。CPU を第2世代インテルコ e i5-2410M を搭載し、基本性能を向上。また、 SSD の搭載により最速約13秒のスピード起動を実現したほか、省電力設計により厚さ約 16.65mm の薄型でありながら、約9時間の長時間稼働を実現しているが、デザインを損ねないフラット形状のシートバッテリーを使うことで、最長約17.5時間の長時間稼働を実現した。また、 内蔵バッテリーから先に充電し、シートバッテリーから先に放電する設計になっているため、状況に応じてシートバッテリーを着脱しながら効率的に使用でき、シートバッテリーは単体でも充電可能である。本体ボディは最新 CPU を搭載するために底面に2つのファンを備えるとともに、キーボード面の左右両端に吸気機構を設けることで優れた。 放熱性能を実現。さらに、外側には、カーボン素材、パームレストとヒンジ部分に、アルミニウム合金を使い、本体側面の断面が六角形の構造となる、ヘキサシェルデザインを採用したことで、約 1.165kg と軽量でありながら、光合成を両立。内蔵バッテリーも8箇所をネジ止めして構造体とする。 ことで本体の円を持って持ち上げても歪むことのない合成を実現した。さらに、自宅や職場での用途にパフォーマンスを高めるパワーメディアドックを同梱。本機には DVD スーパーマルチドライブや独立グラフィックス AMD Radion HD 6650M を搭載しており、高負荷作業も快適に行える上、HDMI 出力、VGA 出力、 ラン端子、USB 端子のインターフェースも備えており、本体の HDMI 出力、VGA 出力と合わせて一度に4つのモニターへの出力が可能である。オーナーメイドモデルでは、CPU で、Core i3 から 2310M から Core i7 から 2620M まで5種類から選べるほか、メモリ最大 8GB、SSD 最大 512GB まで、 搭載可能、フル HDA 気象、ブルーレイディスクドライブ、ワイヤレス1の搭載も可能で、ボディカラーもブラックの他に、ゴールドブルーカーボンブラックの選択も可能である。法人向けモデルも設定されており、こちらは OS を Windows 7 Professional 64bit 版に変更し、32bit 版へ変更できるように、リカバリーディスクを同梱。パワーメディアドックは別売りとなる。 2011年11月のバイオーナーメイド用、周到モデルでは、CPU が大幅に変更され、エントリーが、Core i3 から 2310M から 2330M に、ミドルレンジが、Core i52410M から 2430M に、ハイエンドが、Core i7 から 2620M から 2640M にそれぞれ変更された。また、 無線ワンの設定が、クシーのみに変更された。2012年春モデルでは、店頭販売モデルの CPU が強化され、SSD もすでにオーナーメイドモデルで採用されている、第3世代 SSDRAID を採用した。オーナーメイドモデルでは、カラーラインナップに、シルバーが追加され、五色展開となった。SSD を標準搭載した。 ハイエンドモバイル Z シリーズの第4期モデル。店頭販売モデルは CPU を第3世代の Core i5-3210M に変更し、これまで本体に同梱されていたパワーメディアドックオプションに変更した。オーナーメイドモデルは CPU で第3世代 Core i ファミリー5種類から選択が可能。最高ランクでは、 クワッドコアのコア i73612QM が選択できソニー製バイオとしてはこれが最高の性能となる発売15周年を記念した限定カラーとしてグロッシープレミアムカーボンを新たに設定した X シリーズ余分はいらない10分が欲しいのキャッチフレーズを掲げて2009年秋冬モデルより登場した極薄スタミナモデル Windows 7搭載。通常は基板の両面に配置する部品をすべて片面のみに置くことで、薄さ約 13.9mm のフルフラットボディを実現している。重量も当時の重型気象以上搭載のノート PC においてオーナーメイドモデルにおける最軽量構成を選択した場合、約 655g と圧倒的な軽さである。ちなみに、 ワン搭載、L バッテリーの点灯モデルでは、約 765g である。また、外部ディスプレイ出力端子、ランタン子など必要な機能は備え、キーピッチ 17mm のアイソレーションキーボードや、タッチパッドを搭載するなど、薄さ、軽さと使い勝手を両立している。画面は11.1型ワイド液晶を採用し、NTSC 比約100%の色再現領域を、 達成している。CPU にアトム、ストレージに SSD を採用し、消費電力を抑えたことで、S バッテリーで約5時間、外観の変わらない、L バッテリーで約10時間、外観が変わるがさらにオプションのバッテリーパックを装着時には約20.5時間稼働できる、スタミナ性能を実現した。通信モジュールとして、フォーマのワイヤレスワン &GPS、 または YMAX を選択できる。ボディカラーは、店頭販売モデルは、ブラックのみだが、オーナーメイドモデルではこれに、プレミアムカーボンとゴールドを追加した3色が用意、されている。2010年1月にオーナーメイドモデルの、CTO メニューが一部変更されたことにより、ボディカラーに、シルバーが追加された。2010年夏モデルでは、 店頭販売モデルがなくなり、オーナーメイドモデルのみとなった。Z シリーズと同様に、ワイヤレス1とモバイルワイマックスの同時搭載が可能となったほか、ボディカラーにピンクを追加した。もともとは、バイオタイプップを大きくしたらどうなるかという、話し合いから生まれた機種。P シリーズ第2世代のタイプ P と同一。Windows XP モデルは、モデルチェンジを受けず、 継続販売された。バイオオーナーメイドモデルでは、天板デザインの選択肢が増えた。2010年1月にオーナーメイドモデルの CTO メニューの一部変更を受け、Windows 7搭載モデルに、新色のルビーピンクを追加し、カーボナイトブラックを除くすべてのカラーで、モザイクかメッシュのプレミアムデザインを設定することが、できるようになった。第2期モデル。 ポケットスタイル PC のコンセプトを継承しつつ、天板から底面、バッテリー、キーボードを一つの色でぐるりと包み込むようなデザインを採用し、ディスプレイ周囲は見やすさを向上するためブラックに統一。カラーもアクティブなイメージのビビッドカラーとなり、オレンジピンク、グリーンホワイトブラックの五色展開に。また、オーナーメイド限定デザインとしてブラックのみ、クロコダイル柄を設定した。 機能面でも進化し、ディスプレイ両脇に設置したタッチパッドとクリックボタンにより、本体をマウスのように使うモバイルグリップスタイルを採用。また、加速度センサーも内蔵しており、本体を左右に軽く傾けるだけで、ウェブページの送り戻しの操作ができ、縦に半回転すると縦長表示モードとなり、縦長のウェブページや写真を快適に閲覧可能である。 解像度もワンボタンで1 6七百7 6 8ドットと128600ドットを切り替えられる。通信面ではマ m a x を標準装備とした。オーナーメイドモデルでは引き続き、ワイヤレス1を選択可能だが、回線は NTT ドコモのフォーマに加え、日本通信の B モービレも選べるようになった。OS は Windows7、ストレージは省電力。 対衝撃性等に優れた SSD に統一。CPU も Atom z 5 3に高速化され、バッテリー容量アップや焦度センサーの搭載、各デバイスの省電力化により、バッテリー稼働時間も従来機の約1.5倍に向上した。2010年9月にオーナーメイドモデルの CTO メニューが一部変更されたことにより、限定デザインのクロコダイル柄が設定できる。 ボディカラーを追加した。G シリーズ第2世代のタイプ G と基本的な構造は似ているが、キーボードを防滴構造として部に排水口を設けている。天板の強度アップを行い、HDD をユーザーが簡単に取り外せる構造となったほか、OS が Windows 7 Professional 64bit 版に変更された。Y シリーズ S シリーズから、 高額ドライブを省略した、バイオ発のエントリーモバイルモデル。CPU は、超低電圧版のコアにデュオを搭載。バイオオーナーメイドでは、ワイヤレスワンも選択できる。2010年夏モデルでは、店頭販売モデルの CPU に、コア i3 から 330UM を搭載し、パワーアップするとともに、オフィスパーソナル2010を新たにプリインストールした。また、 オーナーメイドモデルでは、カラーラインナップで限定カラーのブラック、ピンク、パープルを加えた4色から選べるとともに、CPU もより高性能な Core i5-430 ウムカより、廉価なセレロンュー3400も選べ選択肢が広がった。2010年9月にオーナーメイドモデルの CTO メニューが一部変更されたことにより、ボディカラーにレッドを追加した。 2010年秋冬モデルで追加機種として登場した夜系列と2011年春モデルで追加機種として登場した YB 系列が Y シリーズの第2期モデルとなる夜系列はインテル社製 CPU を YB 系列は AMD 社製 APU を搭載しており夜19回 J はブラックのみ YB19kJ は シルバーピンクグリーンの3色を設定しており、いずれのタイプも、店頭販売モデルのみだった。2011年夏モデルでは、インテル社製 CPU を搭載した、矢がオーナーメイド専用モデルに移行され、店頭販売モデルは、YB に一本化。YB は HDD 容量増量のマイナーチェンジに、とどまるが、矢は、ボディカラーに新たに、ボルドを追加。 CPU は4種類、ストレージも HDD だけでなく、SSD も選択可能で、メモリも最大 8GB まで搭載可能である。2011年秋冬モデルでは YB 系列をモデルチェンジ、APU 性能を強化したマイナーチェンジ程度である。2012年春モデルに関しても YB 系列のみ、モデルチェンジされ、HDD 容量を増量した。 E シリーズ、E11Y シリーズ、YB 後継の11.1型ワイドモデル。APU を採用する。カラーは、E シリーズの他のモデルに習い、ホワイトブラックピンクの3色となった。2012年秋冬モデルでは OS を、Windows 864ビットに変更し、HDD 容量を 640GB に増量した。バイオデュオ11、13。 D11、D1311.6 型フル HD 液晶を搭載したモバイルノート。サーフスライダーデザインを採用したことでノート PC にもタブレットにもなるスライダーハイブリッド PC。ディスプレイはタッチパネル式で付属のデジタイザスタイラスによりペン入力も可能。オーナーメイドモデルも設定されており OS で Windows 8 Pro 64bit を搭載できるほか、メモリや SSD の容量、液晶保護シートの追加や GPS 機能の搭載など、豊富な CTO メニューが用意されている。2013年春モデルは CPU を強化し、オフィスを Office Home and Business 2013に更新。オーナーメイドモデルでは SSD で 512GB を搭載できるようになったほか、 限定カラーのシルバーを新設した。2013年夏モデルは、店頭販売モデルのメモリを 6GB に増量。合わせて、法人向け標準仕様モデルが新設された。さらに、既存の11.6型モデルとほぼ同じ重量で、大画面化し、Core i5-4200U プロセッサーや、トリルミナスディスプレイフォンモービレを搭載した13.3型モデルを、 新設した。本モデルでは二色展開は同一であるが、シルバーの代わりに、ホワイトが設定される。2013年秋冬モデルは OS を Windows 8.1に更新するとともに、サイズラインナップを13.3型モデルのみに集約しつつ、従来はオーナーメイドモデルのみで選択可能だった AU4 GLTE 対応ワイヤレスワン搭載モデルを新設し、 オーナーメイドモデルでもワイヤレスワンを選択できるようになった。2014年春モデルは、店頭販売モデルの D13238 エジットにおいて、バイオインスピレーションスイートを更新し、新たに Adobe Photoshop Elements をプリインストール化した、マイナーチェンジ程度で、ハードウェアのスペックの変更はない。なお、ワイヤレスワン搭載モデルは2013年秋冬。 モデルを継続販売する。バイオフィット 11A、13A、F11N、F13N 前述のバイオフィット A の13.3型ワイドモデル。特徴として、HD ウェブカメラを液晶上部と底面の2箇所に搭載したほか、バイオフィット A の他のサイズと同様に、画面回転機構を備えながら、約 1.31kg の軽量設計としている。 店頭販売モデルは、Core i5 を搭載した1機種のみで、カラーはシルバーのみ。オーナーメイドモデルでは、限定カラーのブラックが選べるほか、SSD は、PCIe 接続のハイスピード SSD も、選択可能である。2014年春モデルでは追加モデルとして、既存の 13A よりもコンパクトで軽量な11.6型、ワイドモデルである 11A を新設。 店頭販売モデルはセレロン搭載モデルのみだが低価格モデル向けに新たに設定されたセレロン N2920 を搭載しておりメモリは 4GB、ストレージは 128GBSSD を搭載するオーナーメイドモデルではより性能が高いペンティアム N3520 の選択が可能なほか、8GB メモリは 256GB SSD の搭載が可能。ボディカラーは限定カラーのブラックとピンクを追加した3色展開となる。遅れて13.3型モデルをモデルチェンジし、BioFit14A、15A 同様に OS を Windows 8.1に変更し、Adobe Photoshop Elements 12をプリインストール化し、BioInspiration Suite イイを最新版に更新。さらに、 ワイヤレスランは IEE802.11ACE に対応した。バイオプロ11、132013年春モデルまで販売されていた T シリーズに代わるウルトラブック。天板と底面にトーレが開発した軽量合成の UD カーボンを採用したことで11.6型、13.3型ともにタッチパネルを搭載したウルトラブックでは 世界最軽量を実現するとともに、堅牢性も両立。ディスプレイは、DUO13 同様に、フル HD の、トリルミナスディスプレイ4モービレオ、CPU は、第4世代の Core i5-4200U プロセッサーを搭載する。オーナーメイドモデルでは、第4世代 Core i7 プロセッサーを搭載できるほか、13.3型、ワイド液晶モデルは、 ハイスピード SSD の選択も可能である。また、他のシリーズに比べ、法人向け標準仕様モデルの種類が多いのも特徴である。2013年秋冬モデルは、店頭販売モデルは基本スペックの変更はないものの、付属ソフトの Adobe Photoshop Elements 11が体験版から製品版にアップグレードされ、カラーはブラックのみとなった。 オーナーメイドモデルは 8GB メモリが11.6型、ワイド液晶モデルでも選択できるようになった。法人向け標準仕様モデルは13.3型、ワイド液晶モデルのラインナップ2機種から4機種に増え、11.6型、ワイド液晶モデルを含めて8機種となった。2014年春モデルは o s を Windows 8.12、Adobe Photoshop Elements は、 最新版の12にそれぞれ変更。ワイヤレスンは i e e 8 0 2 1 1 a c に対応した。オーナーメイドモデルは CPU に内蔵グラフィックスにインテル HD グラフィックス5000を搭載した Core i7 から 4650U が追加された。2014年7月にバイオ製として初のバイオの一つとして発表された第二期モデル。 個人向けは構成の選択肢が CPU によって大きく異なり、これまでのオーナーメイドモデルのような自由な選択はできなくなった11インチ、13インチともに、コア i34030U モデルはメモリ 4GB 固定、SSD128GB 固定、タッチパネルなしの1タイプのみ、コア i54210U モデルは メモリ 4GB は 8GB、SSD128GB は 256GB、タッチパネルウムの6タイプ、Core i7-4510U モデルはメモリ 8GB 固定、SSD256GB は 512GB、タッチパネルウムの4タイプ、合計11タイプ。法人向けは、これまで通り自由なカスタマイズが可能。さらに、 アシストボタンの削除、NFC ポート非搭載当時来期と異なる。また、これまで法人向けのみだった、Windows 7 Pro、ダウングレードが、個人向けでも選択できるようになった。プリインストールソフトは、ソニー時代と大きく異なり、基本 OS 以外はほとんど、付属しない。法人向け標準仕様モデルも用意される。2014年12月にドコモショップ1000倍モデルを、 販売開始。2015年3月より、プロ11に、限りあらかじめスペックを固定した、個人向け標準仕様の販売を一部大型店舗で開始した。バイオ Z、Z13 ハイエンドモバイル Z シリーズの第5期モデル。バイオ社独立後、最初の独自開発機種としてバイオ Z キャンバスと共に発表された。 モンスター PC を標榜し圧倒的な性能をアピールする。バイオタイプ Z、Z シリーズでは初となるタブレット PC としても使えるマルチフリップ機構を採用。ハードウェアスペックは TDP-28W の高性能 CPU とインテルのグラフィックコントローラの最上位モデルアイリスグラフィックスを搭載。これらの排熱に対応するため、 冷却ファンとヒートパイプも本機種専用の設計がなされている。一般的なモバイル PC のシリアル ATA 型 SSD よりも3倍以上高速な第2世代のハイスピード SSD を搭載。画面は SRGB 領域を100%カバーしフル HD を超える2560-1440ドットの13.3型ワイド IPS 液晶を採用。 これらの高性能な部品を搭載しつつも、省電力技術を用いて、最長15時間という長時間稼働を実現している。筐体には、アルミニウムと UD カーボンが、サンドイッチ構造が用いられ、安定的な使用感を得られる。薄さは 16.8mm、重量は 1.34kg と、一般的なウルトラブックを凌駕する。個人向けでは、 CPU の種類、メモリと SSD 容量を選択できる。セレクトショップのビームスとコラボレーションした、モデル、法人向け標準仕様モデルも用意される。また、あらかじめスペックを固定した個人向け標準、販売モデルの販売を一部大型店舗で2015年3月より、開始した。2015年5月より、エ字ジ配列キーボードを選択できるようになった。 すでに本機種を購入している場合も交換に対応する。2015年秋冬モデルでは OS を Windows 10に切り替えた。2016年春モデルではタッチパネルやマルチフリップ機構を搭載したフリップスタイルモデルに加え、それらを省いた一般的なノート PC 形状のクラムシェルモデルが用意された。クラムシェルモデルのみ。 ダウングレード権を行使し、OS に Windows 7 Professional を選択できる。CPU には、第6世代のコアプロセッサーを搭載するなど、基本性能も向上しているが、メモリーは 4GB から選択できるなど、前モデルに比べ、より安価な構成も可能になっている。両モデルとも、キーボードに一切の記載がない無刻印キーボードモデルが、数量限定で、 用意されている。2016年11月より第3世代ハイスピード SSD を選択可能になった。BioPro13 マークに P132 スタンダードモバイル PC BioPro の第3期モデル。13.3型のみの設定。全モデルから本体構造や搭載部品に大きく変更が加えられている。ビジネスユースを念頭に、 VGA 端子や有線 LAN 端子を搭載。タッチパッドは一般的なノート PC と同様に左右にボタンに変更されている。筐体にはマグネシウム合金を採用し、使用時に負荷がかかりやすい箇所にリブを補強、さらに品質試験の動画を公開するなど、高い堅牢性をアピールしている。画面にはフル HD の高輝度 IPS 液晶を採用。 本体カラーには、ブラックとシルバーを用意。バイオオーナーメイドでは、ストレージとして、標準速度の SSD が、選択肢に追加され、価格を抑えた構成にすることが可能。2015年秋冬モデルでは、OS を、Windows 10に切り替えた。バイオ S11、S111、バイオプロ11、P111 後で、 ビジネス全方位コンパクトを歌った11.6型ワイドモデル。CPU には第6世代のインテルコアプロセッサー、ストレージには PCIe 対応第2世代ハイスピード SSD を搭載し、小型ながらも高速な動作が可能である。さらに内蔵バッテリーのみで連続15時間稼働できる。キーボードには強化プラスチックと部品を使用し、 高い合成とタッチ音の静音化を実現している。キートップにはテカリが目立ちにくくする塗装がされている。インターフェースには VGA 端子やタイプ C 端子を搭載。また、通信回線として無線ワンを搭載可能。シムロックは存在せず、自由に通信事業者を選択できる。ソニーストアで従来通り PC 単体が販売される。 他、シムカードとのセットモデルが、バイオ社直営のバイオストアで販売される。2016年3月には、ディズニーキャラクターが描かれた天板を選択できるようになった。バイオ S13、S131、バイオプロ13マークに、P132 の後継にあたる13.3型、ワイドモデル。堅牢な本体機構やデザインは前モデルを継承しているが、 第6世代のインテルコアプロセッサー、PCIe 対応第2世代、ハイスピード SSD を採用し、基本性能を向上させている。4K 出力が可能な HDMI 端子も搭載。本体カラーは、ブラックとシルバーを用意。シルバーは前モデルから、やや青みがかったものに変更されている。バイオプロ11マークに、P112 バイオプロ11。 P111 のマイナーチェンジ版で直販限定の法人向けモデル。BioPro13M3、P133BioPro13M2、P132 のマイナーチェンジ版で直販限定の法人向けモデル。BioProPB BIOS13 の法人向けモデル。こちらは OS に Windows 7を選択可能。BIOSX14。 S141、S142、S14314 型ワイドのモバイルノート。ディスプレイのベゼルを従来機種の半分以下に減らすことで、モバイルノートとしては大きい14型画面を搭載する一方、バイオ S13 とほぼ変わらない本体サイズと、新カーボン素材を採用することで 1kg を切る、本体重量を実現している。 4K ディスプレイを搭載したモデルも用意されている。CPU には、第8世代のインテルコアプロセッサーを採用し、さらにバイオ社独自のチューニングを行うことで、高性能化を図っている。本体色には、ブラック、シルバーとブラウンのほか他、タキシと同様に、オールブラックエディションも用意される。2019年7月には、 バイオ社設立5周年を記念した価値、色特別仕様モデルが数量限定で用意された。また、バイオオーナーメイドで CPU にセレロンを選択できるようになった。2020年春モデルでは CPU を第10世代のコアプロセッサーに更新。限定カラーにオールレッドエディションも加わった。2020年秋冬モデルでは CPU のアーキテクチャを、アイスレイク、GPU を、アイリスプラスに刷新し、Wi-Fi6 採用、バッテリーの駆動時間上昇などの改良を行った。メモリも、最大 32GB まで、搭載可能となった。BioPro PK、PK11、PK13、BioSX14、S14 の法人向けモデル。2019年7月からは、 バイオオーナーメイドで CPU にセレロンを選択できるようになった。2021年2月より、インテルの第10世代プロセッサー搭載及び、シムフリー LTE モジュール内蔵モデルを選択可能になった。バイオ SX12、S121、S122、S12312.5 型ワイドのモバイルノート。 バイオ SX14 と同様にベゼルを減らし、筐体の小型化と画面サイズの拡大を図っている。画面解像度はフル HD のみ。キーピッチが 19mm のフルキーボードを搭載し、デスクトップ PC と変わらない操作性を実現している。CPU には SX14 と同様にバイオ社独自のチューニングを行った第8世代の インテルコアプロセッサーを採用。本体重量は、どのような構成を選んでも 900g を上回らないようになっている。本体色には、ブラック、シルバー、ブラウン、ピンクのほか他、タキシと同様に、オールブラックエディションも用意される。オールブラックエディションのバイム刻印キーボードも選択可能。また、バイオ社設立5周年を記念した価値。 色特別仕様モデルも用意される。2020年春モデルでは CPU を第10世代のコアプロセッサーに更新。限定カラーにオールレッドエディションも加わった。2020年秋冬モデルでは SX14 と同様 CPU のアーキテクチャをアイスレイク、GPU をアイリスプラスに刷新し Wi-Fi6 採用。 バッテリーの駆動時間上昇などの改良を行った。メモリも最大3 2イトまで搭載可能となった。バイオプロ PJ、PJ11、p j 1 3バイオ s x 1 2 S12 の法人向けモデル。2021年2月より、インテルの第10世代プロセッサー搭載及び SIM フリー LTE モジュール内蔵モデルを選択可能になった。 バイオ S11、S112 バイオ S11 の第2期モデル。CPU に第7世代インテルコアプロセッサーを採用。デザインを S13 と共通化し、天板に UD カーボンを使用し軽量化を図った。盗難防止のためのセキュリティロックスロットを新たに搭載している。指紋認証機能も選択可能。カラーバリエーションはブラック、シルバー。 ブラウン、ホワイトが用意されている。タッチパッドは、クリックミスを減らすため、2ボタン式に変更された。全モデルに存在した USB-C 端子は、削除されている。2018年春モデルでは、CPU に、第8世代コアプロセッサーを搭載可能になり、カラーバリエーションには、ピンクのほか上位スペックとした時のみ、 選択可能なベゼルまで全て黒色であるオールブラックエディションが追加された。2018年9月には3層に塗料を使ったレッドエディションが追加された。バイオ S13、S132 バイオ S13 の第二期モデル。デザインは前、モデルと似ているが、より強度をアップさせている。CPU には第7世代インテルコアプロセッサーを採用。本モデルより、 S13 でも LTE 対応モジュールを選択できるようになった。メモリーはモバイルノート、PC としては異例の 16GB まで選択可能。内蔵マイクはデュアルマイク、タッチパッドは2ボタン式に変更された。A 字配列キーボードも新たに選択可能となったが、その場合指紋認証機能は必須となる。2018年春モデルでは CPU に 第8世代コアプロセッサーを搭載可能になり、カラーバリエーションには、上位スペックとした時のみ、選択可能なベゼルまで全て黒色である、オールブラックエディションが追加された。バイオプロ PF バイオ s 1 1の法人向けモデル。バイオプロ PG バイオ s 1 3の法人向けモデル。OS は、Windows 10のみ。2021年春モデルでは、ウェブ会議の普及を踏まえ、 CPU を i r ル s プラスグラフィックス搭載の第10世代コアプロセッサーに更新し Wi-Fi 6対応、USB-C 対応などの改良を行っている。2021年夏モデルではバッテリー駆動時間強化モデルを謳い、前、モデルと比較して約1.7倍となる最大連続22.2時間の駆動が可能となった。Bio A12 クラムシェルとタブレットの 両スタイルで使用可能なツインワンモデル。タブレット部とキーボード部が分離するデタッチャブル構造を採用し、両者の使用形態により5つのモードに切り替えることができる。両者の接続部分にはスタビライザーフラップを搭載し、安定性の獲得と軽量化を両立させている。タブレット部の重量は607から6 2 2ム、薄さは 約7 4ト、mm、ルと12型のタブレットとしては軽量薄型となっている。周辺機器として拡張クレードルが用意され、デスクトップ PC としても使用可能。本体色は標準のブラックのほかバイオ S13 と同様のオールブラックエディションが用意される。バイオプロ p A、バイオ A12 の法人向けモデル。Z。 Z14 ハイエンドモバイルシリーズバイオ Z の第6期モデルである14型モバイルノート。筐体の前面にカーボンファイバー素材を採用し、軽量化と堅牢性を両立している。CPU には、第11世代コアプロセッサー H35 シリーズ、ストレージには、第4世代ハイスピード SSD を採用。5G 通信モジュールを搭載可能となっている。 フルピッチのキーボードや BIOS X14 と比較して190%大型化したタッチパッドを搭載するなど操作性も改善している。一方、接続端子は優先欄に非対応のほか Type-C 端子と HDMI 端子のみの対応となるなどレガシー規格には非対応となっている。これらを補うため別売りの Type-C 4K マルチモニタードッキングステーションも用意されている。ディスプレイ解像度は FHD のほか 4K を選択可能。本体カラーはブラックのほか、カーボンファイバーの質感を生かしたシグネチャーエディションも用意されている。シグネチャーエディションの場合 CPU に最大 5.00GHz の駆動が可能な Core i7 から1 1 3 7 5 h を 選択可能。2021年10月に、数量限定の価値色特別仕様が追加された。ボディカラーだけではなく、Windows 11搭載、CPU に、Core i7 から 11390H を搭載、AI ノイズキャンセリング機能を追加するなど、性能もアップしている。Bio Pro Z、PZ Bio Z、Z14 の法人向けモデル。 BIOS X14 S144 BIOS X14 の第2期モデル。Windows 11搭載。基本的に BIOS Z Z14 に準じたスペックアップとなっているが、AI ノイズキャンセリングなど Z、BIOS Z Z14 にない機能もあり、差別化が図られている。BIOS Z Z14 と同様に、カーボンファイバー素材を採用し、 軽量かつ堅牢な筐体を実現している。オーナメント部分は曲面上にデザインが変更されている。パームレスト部分には高輝度のアルミニウムを採用し、ボディカラーはファインホワイト、アーバンブロンズ、ブライトシルバー、ファインブラックの4色から選択可能。他モデルと同様にオールブラックエディションや数量限定の勝ち色特別仕様も用意される。 CPU には、第11世代コアプロセッサーを採用し、ディスプレイには14インチフル HD 液晶のほか、4K 液晶を選択可能。インターフェースは、サンダーボルト4対応の USB-C 端子を2つ搭載する一方、D サブ端子や SD カードスロットは非搭載となっている。バイオプロピ PK。 PK21 BIOS X14 S144 の法人向けモデル。BIOS X12 S124 BIOS X12 の第2期モデル。Windows 11搭載。全モデルからの変更点は、基本的に BIOS X14 S144 と同様。ボディカラーはバイオ S、BIOS X14 S144 の4色のほか、 ローズゴールドを選択可能。他モデルと同様にオールブラックエディションや数量限定の価値色特別仕様も用意される。ディスプレイは12.5インチフル HD 液晶のみ。バイオプロ PJ、PJ21 バイオ SX12、S124 の法人向けモデル。バイオでは初となる11.6型ワイド液晶を搭載したピュアタブレット PC で、 使わないときは4隅に内蔵した磁石で吸着し、保護カバーの役割も果たす専用ワイヤレスキーボードが同梱される。また、タブレット本体にはスタンドが内蔵されており、チルト機能も備えるため、ワイヤレスキーボードと併用で使用するときには、モバイルノートパソコンと同じ感覚で使用できる。店頭販売モデルは、Core i5-4210i プロセッサーを、 搭載した1キッシュのみで、カラーはブラックのみ。オーナーメイドモデルも用意されており、カラーはブラックに加えて限定カラーのホワイトも設定できるほか、CPU は、店頭販売モデルのコア i5-4210Y に加え、ペンティアム 3560Y、コア i3 から 4020Y、コア i7 から 4610Y も選べるほか、より容量が、 o P s s d Windows 8 Pro が選択できるなど、豊富なメニューから選べるようになっている。2014年春モデルでは、OS を Windows 8.1に変更し、新たに Adobe Photoshop Elements 12をプリインストール化。ワイヤレスラインが i e e e 8 0 2 1 1 a c に対応した。また、AU4GLTE に対応した。 ワイヤレスワン搭載モデルを新設し、オーナーメイドモデルにおいてもワイヤレスワンが選択できるようになった。バイオタップ11に続くバイオのピュアタブレット PC 第2弾。2014年10月に、米国ロサンゼルスで開催されたアドビシステムズ社のイベントアドビマックス2014で開発中のモデルがバイオプロトタイプタブレット PC として公開されていたが、 2015年2月に、バイオ社独立後最初の独自開発機種としてバイオ、Z と共に正式発表された。クリエイター向けのモンスタータブレット PC を歌っている。TDP47W のコア i7 プロセッサー25、2560-1704ドットの12.3型、ワイド液晶を搭載し、最大 1TB の容量の SSD を選択、可能。 本体色は当初発表されていたブラックからシルバーに変更された。筐体背面にスタンドを内蔵し、立てて使うこともできる。バイオタップ11と同様に専用のワイヤレスキーボードを同梱している。2015年秋冬モデルでは OS を Windows 10に切り替えた。バイオのネットブックに関しては現在、生産、販売を終了している。 バイオ W シリーズ2009年夏モデルより登場したネットブックアトムプロセッサーを搭載。OS は Windows XP メモリ容量は 1GB、ハードディスク容量は 160GB とスペックはごく普通のものだが画面は1366-768ドットという通常のネットブックよりも高精細なものを搭載し、 快適なウェブブラウジングが可能である。デザインはアイソレーションキーボードを採用したほか、タッチパッドに壁紙と同一の模様を配し、パームレスト部にテクスチャ処理を施すなど、柔らかい印象を与えるものとなっている。カラーはピンク、ホワイト、ブラウンの3色を用意する。発売当初はバイオオーナーメイドでカスタマイズ可能なのはボディカラーやオフィスの有無。 3年間保証サービスの種類程度だったが、2009年秋冬モデルより、オーナーメイドモデルのみで Windows 7搭載モデルが追加設定され、OS メモリ、ストレージの種類、キーボードの配列を選択できるようになった。また、XP モデル Windows 7モデルともに、オーナーメイドモデルの限定ボディカラーに、スパークリングホワイトを追加設定。 Windows 7モデルにはさらに3人のアーティストが描いたデザインを採用した Canvas ソニー2009モデルも数量限定で設定された。2010年春モデルでは CPU の Atom のアーキテクチャを更新し消費電力、発熱を削減。また CDDVD の廃材をリサイクルした再生プラスチックを本体の一部に使用し環境にも配慮された。 さらに、店頭販売モデルでは OS を Windows 7、スターターに変更し、HDD を 250GB に増量。ボディカラーにはブルーを追加した。また、オーナーメイドモデルでは、新たに、ワイヤレスワンの設定ができるようになり、Windows 7ホーム、プレミアムモデルでは、ストレージで 320GBHDD を搭載することも可能になった。2010年2月には、 オーナーメイド限定の追加モデルとして、より一層環境に配慮したエコボディモデルを設定。当モデルは、表面ブラウン生地に100%リサイクル PET 材を使用した PC ケースを同梱。PC 本体や付属品一式は、この PC ケースにすべて収められ、さらに、仕切り紙を減らした紙カートンに入れた状態で、届けられる。また、取扱説明書も本体に、 あらかじめプリインストールされている PDF 版の電子マニュアルを活用することで簡易化され紙の使用量を削減している。ボディカラーは専用のミントホワイトを設定。なお、エコボディモデルの売上の一部が WWF に寄付される。なお、後術の M シリーズ発表後もオーナー、メイド専用モデルとして継続販売された。 W シリーズに代わって投入されたモデル。CPU を Atom N470 にアップし、USB ポートも増設されている。キーボードは一般的な形状を採用している。店頭販売モデルのみの設定。ありがとうございます。